はい、どうも、ワギョースト第75回、レビンです。村上雄一です。いやー、村上くん、はい、今週のタイトルは、はい、サムシングエルスということで、いや犬も歩けば棒にアウチさんからいただきました。ちょっとこれやばいね。なんか多分犬も歩けば棒にアウチの方がこうプレゼンス高い感じ。どっちが名前か分かんない問題。むしろサムシングエルスというバンドがいる以上、そちらの方が名前なんじゃないかという疑惑が、はい、そうですよね。しかもこの面白さは、うん、まあ、皆さんはニコニコ動画で見る限りの人は絵があるから分かるでしょうけど、うん、まあ、英語じゃないかな。え、どういうことですか。サムシングエルス英語だけど、はい、漢字に変換されてる。そうですよ。もう寒いギャグですよ、これは。いや、サムがね、だってサムシングエルスだから、ね、そうですよ。これね、ちょっと昔にもらったタイトル募集だったんですけど、うん、でもマジで寒いですよ最近。いや、いよいよ寒くなってきたみたいですね。俺もね、シャツパン生活、夏と冬の境目のそのシャツパンかジャージを着るかっていう二択なんですけど、俺は、はい、シャツパンからそのジャージに移行するときがね、ストレスなんですよ。ストレスなの。はい、今まではシャツパンでいたのに、こう上を着なければならないっていう、こうなんか変わるじゃないですか、環境が。ああ、変わるね。OS が変わるような感じ。そう、それが嫌なんですよ。でもまあね、シャツパンでもコート着たらいいんじゃないの。それはもうジャージ着るに等しいことじゃないですか。なんか何かを着ている、シャツパンであることは絶対条件なので、何かを変えてはいけないんですけど、まあでももう最近はようやくそっちの方が慣れてきて、シャツパンでいることが逆にストレスになってきましたね。君会社とか行ってる時もシャツパンだっけ。それは家の中じゃないから、その家の中でいるのにっていう条件付きストレスなんですよ。なるほどね、うん、いや、そんなに君シャツパンを貫いてたっけとかって思っちゃったりしてさ。そうです。人前でシャツパンを貫いた事実は俺にはないですよ。いや、そうだよね、ジャージの印象の方がはるかに強いなと思ったんだけど、まあそれはまあお出かけ用ですか。うん、確かに寒いですね。僕も最近セーターとか着るようになりましたけど。うん。いやー、でもね、とうとう行きましたよ、俺。マグマギを見に。あ、らしいですね。先週言ってましたでしょ。はい、言われてました。いやー、でね、今週ね、そのマグマギを見に行って、で、プリプリのお尻という、一緒に東大講義をやったやつがいるんですけど、はい。そいつと見に行ったんですよ、二人で。はい。まあ、男ですよ。プリプリのお尻だからといって、女じゃないですよ。プリプリのお尻という名前でもし女を出たら大変な問題だよ。もうスキャンダルですよ、それ。スキャンダルだよ。でもそうではなく、普通に男性の、まあちょっと変わったやつですけど、と一緒に見に行き、でまあその後ね、豊洲まで見に行ったんですよ、結局。はいはいはい。空きがほとんどなくて、ネット予約できる空いてるところが豊洲と渋谷の朝っぱらとなんか立川ぐらいしかなくて、うん、でまあ豊洲を選んだんですね。はい。でまあそこで見て、その帰りに銀座でまあちょっと飯食おうってことになって、ザ銀ですか。はい。金の目という、まあラムシャブ食いに行くっていう、ラムシャブ、行ったんですけど、その前にまあちょっともう一人ラムシャブ限定の参加者がいて、でまあそいつと予定を合わせるために銀座のコーヒーショップでコーヒー飲みながら1時間ほどね、窓マギの感想等を喋ったやつを録音しといたんですよ、俺。お、当然本人にはこれお化けゴーストに載せるかもって言っといたんですけど。なるほどね。じゃあ許諾は得てます。スピンオフコンテンツとして、このどのタイミングで入れようかな。なんか今週うんちのコーナーがないので、うんちのコーナー代わりに置いときますんで。コーナーは一体何のことか僕ちょっと知らないんだけど。いや、俺もちょっと今、なんか何かが乗り移って、今俺にあらぬ言葉を喋らしましたけど。おい、ゲームでリアリズムだぞ。リアリズム。まあわかりました。なんかどっかに感想が入るかもしれない。ちょっと音質悪いですけどね。はい。付け加えられます。なんでまあね、簡単にちょっと真上君にも言うと、感想を。いや、テレビともう完全に一緒ですよ。テレビと完全に一緒？マジで？はい。前編後編に、なんて言うんですか？ 7 話分ぐらいと6話分ぐらいが、それぞれ割り振られてる感じで。はい。もう、完全にとは言わないけど一緒ですね。
何ですか、その、例えばさ、エヴァンゲリオンとかに総集編あったけど、うん、あれ中身ごちゃごちゃにしてマットみたいにしてんだけど、うん、そういうこともなく単にこう、順番通りに圧縮したって感じ。まあ流れは全部完全に一緒ですね。うん、ただまあ、要所要所でこう、言ってないセリフを言ったとかはあるんでしょうけど気づかなかったな。あと、オープニングムービーとかがないので、その当然、アニメのようには。でもなんかポンとある時点で入ったりとかはしてましたね。まあちょっとそのあれだね、途中で入る録音には僕は参加できないのでここで聞いちゃうけど、うん、なんかそのていうかホムラーのさ、うん、回想がないとか、うん、結構重要じゃねえの、重要じゃないかと人々に思われてるシーンがないとか、そういう不満を聞いたことがあるんだけど、そんなに、そんなあったかな。あったです。そんなシーンの欠如があったかなってこと。うん、そうそう、そんな欠如あったかな。いや、僕言ってないんでね、僕知らないんですけど。うん、気づかなかったですね、後としても。じゃあ逆に、はい、まあ、アニメ見てから映画見に行った身としては、まあ、まあ、普通に本当にアニメを。そうです。だから、俺はアニメを見直す気持ちで行ったんですよ、そもそも。そろそろちょっと見返してえなって思ってた時にちょうど映画やってたから行ったぐらいの気持ちで。だったんで、いやーでもあれはね、泣いちゃうわ。泣きました俺は。泣いちゃった。何度となく。ポロッとね。いやーでも尊いよ。そうか。あとか尊いよ。ところがね、次回予告みたいなのが最後にあったんですよ。最後の最後に。はい。で、まあ来年やるらしいんですよ。新続編を。そうですよね、なんかね。いや、それがね、俺その次回予告を見て、ちょっとこの後のトークでも言ってますけど、ちょっとげんなりしましてね。マジで、なんで？なんか予告で、こう、どういう感じなんかっていうのをこう、キャラとかがこう喋ったりして、匂わすわけですよ。ああ。で、その中にまどかの声があったんですよ。はい。あったらあかんじゃないですか。あったらあかんですね、消えたんだから。そうでしょ？なんか概念になったのに、もう概念が返ってきてるじゃないですか。まあ、なんか、うん、僕さ、それと、それ、僕見てないからその感想持ってないんですけど、はい、しかし、同趣旨の感想を抱く情報を前聞いててさ、はい、知ってると思いますけど、なんか3作目が映画でやるっていうのはさ、まあ聞いたけど、うんうん、でもそれで終わりじゃない可能性もあるんでしょ？次回で終わりではないってことですか？そうそうそう。まあそうでしょうね。っていう話を聞くだに、うん、いつまで続けるんだろう。ああ、いや、それはまあ、いや、つまり、続編が安易に作られて、なんかこう、悲しい状況になってしまうのではないかという危惧ですか？いやー、本当にそうです。まあでも、別に、もうそこはテキスト論じゃないけど、こう、一作目を一作目として見ればいいんじゃないでしょうか。まあ、でもさ、うん、まあ、そんな努力をこっちがしなくちゃいけない理由もないんだ。この場合努力じゃん、それって。不必要な。うん。なんかガンダムとかあったらさ、うん、ガンダムが次、ゼータガンダムだったからさ、まあ、なんとなく節目を作ってるってのあると思うんだけど、うち、ん、3作目、4作目がこう、マドカ Z になるわけじゃないんでしょ。うん。なんかね、終わったのをね、無理やり引き伸ばされるんだったら嫌だなと思いますよ。まあ、それは、その思いもありますけど、まあ、純粋に楽しみだな、どんなになるのかな、ウロブチがやるんだろうしっていう気持ちもあって、まあ、もう見てみないことにはって感じですね、結論を言っちゃうと。そうだね、僕も3作目は全く知らない情報になるはずなので、うん、それはまあ、何を言っても見に行こうと思ってます。ただ、その窓から声が出てきたのはあかんやろという。概念取り出したら、ルール元に戻るやんっていう。レビンが引き裂かれてる。そうなんですよ。それはほら、マドカーといっても、こう、2番目のマドカーとか、そういう設定かもしれないじゃん。2番目のマドカーね。まあ、だって、痕跡あるしね。マドカー、マドカーとか言ってたもんな、最後の方。違うね。なんかね、あれは。痕跡あるやないか、みたいな。あれももしかしたら概念のマドカーに由来するものじゃないかもしれないからね。でもさ、まあなんか、もう、荒を探していけばなんぼでもあんねんけど、例えばさ、その、魔法少女、もうこれ完全ネタバレですよ、皆さん。ネタバレのコーナーじゃないのにネタバレをする人間ですけど、我々は。マドカが概念になった時って、あれ新たなルールを世の中に付け出したってことじゃないですか。まあそうですね。それのに、ついでに、マドカという実体も存在するっていうルールを作ればいいんじゃないですかね。いや、全くその通りで、はい、まあ要はマドカによっ
まあ、ただ、そうです。その通りですよ。ただ、僕今、ふっと我に返ったんですけど、うん、僕昔、窓紛の評論とか書いたんですけど、うん、なんかそれをやったらおしまいよって感じがしましたね、今。あっさりぞ、みたいな。なんか普通の方法ではそれ許されないなって感じがすごくした。普通じゃない方法だったらいけると思う。まあ、だから、それをもしかしたらルール追加っていう、エヴァンゲリオンのパチンコのミッション追加じゃないですけど。ミッション追加したらもう確定じゃないですか。かルールを追加して、マドカが存在、厳然するというか、受肉するというか、まあそういう流れでもまあ、矛盾というか破綻はしないんで、まあ、じゃあそれでやってみてはっていう感じはしますけどね。それはさ、フェイト・ステイ・ナイトで言ったらさ、うん、アンリミテッド・ブレイド・ワークス編のノーマルエンドみたいなもんでさ、うん、専門用語が今専門用語になりましたけど、まあ普通の言葉で言うと、うん、フェイトってなんか3部に分かれてて、うん、テレビでもやったアーチャーっていうキャラクターのお話が2部にあるんですよ、うん、アーチャーの下がりの話が、うんうん、それでまあナスキノコの話は基本的にバーターがすごい強くて、うん、勝つたびには犠牲が伴うっていう話なんですけど、うん、その今言ったノーマルエンドの方はなんか本当は勝つたびにアーチャーとかが死んだりセイバーとかしなくちゃいけないのに、うん、だから会長にセイバーとリンとシロは元気でいて普通に道場とか剣とか振ってませんので、うん、大変な後味悪いですよこれは。あ、これは嘘だろって思っちゃうもんねやっぱり。まあそうですね、そのなんか嘘だろって思うところを切り捨てていくという作業を強いられますね。マドカのさ最終回だってまあ基本的に嘘だろの産物だけど、うん、でもこの嘘信じてもいいかなって思うのはマドカがいないからってことを一言に尽きるわけだ。まあ確かにそうですね。だからそれは難しいことですよ、本当に。僕、リボン感動しましたよ、やっぱり。ああ。なるほど。まあ、全然わかんないですけど。なるほど、なるほど。まあ、ちょっとね、来年楽しみにしたいですけど、まあ、楽しみといえば、エヴァ級が近いですね。あ、エヴァ級近いですね。その話しちゃう？というか、ジョーハーと連続でやるんでしょ？あ、昨日やって、うん、あ、ジョーハーって、それ何の話かな？毎週やるっていう話。テレビでやってるんでしょ？そうなんです。今、すっごいいろんなところでカウントダウン的な企画やってて、うん、やっぱニコニコ動画でもなんか週ごとだったか何日かおきごとにテレビのね、テレビアニメ版のなんか3話ごとの生放送とかやって実況企画やってるんですよね。うん、そう言ってましたけど、うん。で、それに合わせて昨日、今土曜日で収録してますけど、金曜日に金曜ロードショーで、ね、ジョーやって、で、来週の金曜日には、ハをやって、うん、17日に来ると、うん。すごいね。いやー、それはもうね、一重にそのお金で多分次回作のパチンコは、作られ、で、それがまた、その次回作の、まあ、という流れがありそうな感じですね。やっぱ別になんか、こう、自給自足してるでしょ。うん。台をこう、出荷した段階で、お、次の額で得たわ、って感じなんじゃない？うん。で、そうですけど、ジョン見ました？あ、見てないっすよ。まあ、君はもう十分に知ってるやろからね。僕は今日はもう、ジョン自体は何回も見ましたけど、昨日見てませんでした、昨日。そうやね。え、何、ジョン見たの？いや、見てないっす。で、はぁですね、来週。いや、俺正直Q見に行くつもりがないので。え、なんで？だってはぁ見てないんですよ。で、ここまで見てないんですよ、これ。いや、あんまり興味がね。まあ、確かにそうかもね。まあでも、このラジオやってる以上はな、見てちょっと村上君の相手をしなければいけないだろう。まあ、はぁをブルーレイかなんかで見るなり、来週見るなりして。そうですね。いや、どうしよう、僕、エヴァ級オフとかしようかな、みたいなことも考えてて。お俺はなんか、坂上修正も同じようなことを考えてたらしいので、はいはいまあ、こっちも対抗して、はい、あっちと合流するかどうかは全く白紙の状態で、盛り上がりとかを作っていこうかな、みたいな。確かに、ちょっとエヴァ級オフで俺も行って、こう、録音して、村上くんがこう、腰を抜かして立てなくなっているところとかを実況するべきかもしれないね。それは、エヴァ派の時の僕です、ね。そうそうそう、だから。それはね、あり得るよ。いやー、でも今回はね、なんか村上くんが、なぜか走って演歌館を飛び出して俺らが追いかけるという実況になる可能性も。いろんなことが考えられますね。人間の肉体がし得る全てのアクションが可能性として村上くんに襲いかかるみたいな。いや、危険だよ。俺新宿で予約したんですけど。あ、もうしたんや。いや、してるしてる。新宿のバルトナインの初日の10時とかの回に予約したんですけど。はい。もう結構前ですよ。9月とかにしましたよ。はい。あ、じゃあ、でもそのタイミングだと多分無理でしょうね、みんなが来るのは。あ、普通の人はもう無理。普通の人は無理だ。予約しないと無理だから。あ、地球人には無理ですね、もう。だから、まあ見に行く予定の人か、すでに、なんかどっかの映画館をゲットした人が、うん、夜にゾロゾロと集まって、うん、なんかむせぶ思いについて語り合うみたいな感じ。ああ、でも多分初日とか、どこももう無理やろうな。
もう無理だね。あ、それでこれ余談情報でもう無理なんですけど、うん、あの、実は、今日のね、朝10時に、あるチケットの予約が開始されて、開始数分で終わったんですよ。うん、はい。それは何かというと、バルト9でですね、うん、世界最速エヴァ級上映会のチケットが今日発売されたんです。へぇ。17日の0時、深夜に、放映しますという。すげえ。チケットが今日発売されたんですよ。うん。で、みんなが集って一瞬で終わりました。そのチケットだったようなんですけど。絶対無理でしょ、そんなもん。あ、僕もね、まあ、買おうかなって一瞬思ったんですけど、うん、起きたのが10時6分だったんで、起きたら終わってました。ああ。だから、まあ、それ最後のチャンスだったから、逆にそれとか持ってるさ、人いる、うん、なるほど。まあ、正直さ、まあ、9月とかに、あの、チケット予約始まってて、うん、僕2日後とか、なんだったいつかな、9月、例えば25とかに始まってして、僕27くらいに登録したんですよ。うん。その時まだ入れたの。うん。やっぱ人ってさ、近づいてくるとさ、あ、行きたいなって思うじゃん、やっぱり。思いますよ。うん。だから今日さ、乗り切った稀有なリスナーもいるかもしれないじゃないですか。ああ、なるほど。俺バルト9ゲットしましたと。いや、その人は村上くんのところにやってきてこう、俺はもう見たんだぜみたいなオーラを出して、村上くんをイライラさせるっていう。やばい、ちょっとバルト9、で、待ち伏せしたら俺と出くわすことになるけど、うん、そこにいる全員の客がみんなエヴァ機をこれから見ようとしてるから、うん、リンチされるかもしれません。はい、見たからって偉そうしてんじゃねえよ。この、なんか、ヌスト竹だけシートみたいな。あ、ヌストじゃないのに。まあでも、そいつらも2時間後には俺たちは仲間だって感じなんでしょう。そうやな。なるほど。待ち時間の暇つぶしで殴られるみたいな。うん、そっか。しかし、エビン氏がエヴァ派を見てないっていうのは確かに意外だね。だって、ほら、パチンコとかでさ、あとスロットで断片的に情報とか出てるから、ほとんど内容は知ってる状態でしょ。内容は知らないけど、キャラと雰囲気はわかるって感じかな。まあ、難しいことで、エヴァンゲリオンのほら、原作一応 Q じゃなくて、ハマでは元にしてるから、はい、まあ、大体一緒なんですよね。まあね。で、Q は全く一緒じゃないみたいなんで、あ、どうしようかと。なるほどね。余談なんですけど、うん、一昨日じゃない、先週か、あの、エヴァンゲリオンの最新刊、漫画版の最新刊出たんですよ。うん、13巻が、うんうん。僕もしばらくその連載を追ってなかったんで、うん、買ったらですね、うん、いやー、レイが巨大化してましたよ。いよいよ漫画の方もね、会長に人類補完計画が遂行してました。なるほど。どうしようかな、その、公開日に、うん、いや、もうでも見れないんじゃな。なんかこうさ、今思いついたのは村上くんの、その、はい、列に並んでいる、はい、かどうかわかんないけど、その時をこう、はい、俺がインタビューしに行き、で、出てきた村上くんにインタビューしに行くっていう企画を考えたんですけど、今、一瞬。まあ、いいんじゃない？でも、俺があまりにも哀れだろうと思って、その時。だって、村上くん見てる間、俺何してんねんって感じだ。まあ、確かに、うん、バルトナインの近くの喫茶店とかに入って、なんかコードとかを打ってる。悲しすぎるやろ。待てよね。いや、暇だから、たまたま10時やし、なんかパースロット屋とか行くか、せっかくシェーバーとか言って、うん、まあ、勝っても負けてもなしよ。そうですよ。まあ、なんか僕が一人で、あの、パチンコ屋の番組みたいな感じで、どうも、長見内です。あ、どうも、みたいな感じで。それはやってほしい、ぜひ。それやるか、じゃあ。ぜひやってほしい。そうか、ちょっと考えるっていうか、うん、そうだな、これ、ちょっと、様々な意味で、うん。ちょっとさ、僕実は、今、ほら、会社やってんじゃん、はい、そっちの方で新しいウェブサイト立ち上げてる予定なんですけど、うん、はい、それの最初の企画としてエヴァ特集とかやろうかなと思ったんだ。なるほどね。まあ、そういう兼ね合いとかも10個合わせて、ぐわっといきたいね。おー。という体で、なんか列に並んでて IC プレイヤーとかレコーダーとか回してる自分にこう、正当化をしたいみたいな。で、恥ずかしいよ。いや、いいじゃないですか、お化けゴーストに。それを捧げるという。いやー、これ何が恥ずかしいんだ。僕自分一人だけで行くからさ、はい、その意味では孤独だよ。まあそうですね。周りの人と友達になるか。あ、あなたもエヴァンゲリオン Q 見に来たんですか。それ以外何があるんだよみたいな。あ、それは貴重な資料になりますよ。違ったらどうすんだろうね。いやー、エヴァファンたちのこう空気を届けてください、我々に。続きやるか。いやー、そんな挑戦ができたらやります。ところで、なんかコンテンツ消費という意味では、狼子供を見に行かれたそうですね。いやー、この話したかったけど、エヴァンゲリオンの話になってしまったので、思わず盛り上がっちゃった、ね。うん。狼子供っていうのを、俺、そもそもよく知らないんですけど、何なんですか？映画ですよね。映画です、映画です。これはですね、あ、これ実はエヴァと関係ないわけでもなくて、はい。イラス、あの、キャラクターで出てる原作は沢本義行なんですよ。エヴァと同じ人。エヴァと同じ人なんですよ。はいはい。まあ、それだけしか関係ないんですけど、うん、いわゆる作品は細田守監督です。うん、
あの、時かけ、サマーウォーズのホストマモルの、まあ、最新作品。ほう、どういうか、アニメですけどね。アニメ映画です。アニメ映画。まあ、ヒロインが宮崎葵の子。いつから公開されてるんですか？結構前ですよ。7月とかかな。ああ、なるほどね。だからもう終わってるような話のはずです、本当。で、どういう話なんですか？いやー、狼子供の話しちゃう。超簡単に言ってもらえますか？まあ、超簡単に言うと。ネタバレレベル0で。いや、それは無理だ。ネタバレレベル 0.5 ぐらいで。0.5？ 狼と、狼の、狼男と結ばれた女が、はいはい、アジンの、反獣人の子供を産んで子育てする話です。ほう。まあ、非常にこれは、あの、的を置いた説明のはずです、ね。おー、なるほど。いや、すごいいいレベル 0.5 でしたね。うん、まあ本当にそういう話だし、うん、まあネタバレもあるっちゃあるけど、うん、なんかすごいこうミステリーのさ、殺人の秘密、殺人トリックの秘密みたいなものがあるわけでもないから、なかなかあの、ネタバレしようにも難しいところかな。なんかこう、ああ、そうなるだろうみたいな、だが感動的だみたいな感じの。ああ、そうです、そうです。あ、もちろん映像の作り方とかはさ、はい、説明されないとわかんないようなものになってるから、うん、説明しがいあるんですけど、これはね、素晴らしかったよ、本当に。おー、俺もうね、1時間半くらいやってたのかな、ちょっとパンフレット出そうかな。まあずっと見てたんですけど、はいはいはい、便宜的に言うと、僕の見る限り3部構成くらいになってて、うん、で、全部泣いてましたね、僕。はぁ。いや、こんな、俺映画見ててこんなにボロ泣きしたことないですよ。はぁ。ずっと泣いてて、うん、俺に匹敵するくらい泣いたのって、サウンドホライズンのライブの映画を見に行って、最終章の楽曲の、なんか、ライブになった時に泣いたとか、そういう世界です。その、比較対象の感動度合いがわからん。おかしい。俺、アルマゲドンとかの最後にこう、ロケット飛び立つシーンが感動的だったとか、そういう話だったらわかりやすいんだろうけど。まあ、すげえ泣きましたね、はっきり。まあ、泣いてる理由いろいろあるんですけど、うん、まあ、3つくらいあって、1つは、なんかね、大学が舞台になってるんですよ、うん。さっき3部構成って言いましたけど、これも別にネタバレするような話でもなくて、なんか大学で、主人公の女の子が、うんうん、狼男の彼氏と出会うのが第1部。へぇー。なんですよ。なんか思ってたのは、はい、なんか大草原の中でみたいな感じなんかと思ったら、そうじゃなくて、現代社会で。現代社会です。まあ、確かにキービジュアルが大草原の中で、なんか子供を抱いてる、お母さんの絵なんだよね。うん。でも始まりはそうではないんですね。始まり大学です。へぇー。一橋大学だよ、一橋大学。インテリじゃないですか。狼男が、なんか一橋大学のギリシャ哲学のゼミとか出てて、はい、これ熱心ノートとか撮ってるのを見て、主人公の子が、なんかすごい真面目な人がいるって言って、で、そいつがパッと出て行って、出席表出さないと出席になりませんよとか言ったら、俺、モグリなんだ。迷惑だったらもう来ないとか言っちゃって、失敗したみたいな感じでどんどん粉かけていくって話です。はぁ。いやー、よかったよ。へー、なんか予想外ですね。ちょっと予想外だよね、確かに、ね、うん。これ、まあ最初はその、まあ大学の青春、大学生の青春みたいな話なんです、簡単に、うんうん。特にちょっとなんか文系の大学生、哲学科とかの大学生の青春ですよ。うん。やった後、まあ子供できるんですよ。うん。だから子育ての。うん。子供できるんですよ、実は。子供が。はい。まあ、感動的な話じゃなくて、笑える話としてもネタバレがあるんですけど、笑ったらまずいかな。いや、僕はすごくずっと号泣してたんで、とても尊いものを見てることを前提に気をしてんですけど。これ、もうもはやネタバレするつもり満々ですか、今村上。ネタバレするつもり満々。でも、皆さん注意してくださいね。注意してください。あ、そうだ、ネタバレじゃない情報を最近に言っとくと、はい、そもそも今、狼子供の雨と雪っていうのが正式タイトルなんですけども、うん、この映画多分ね、見れるとこすっごい限られてるはずなんで、見たい人早く見に行った方がいい。スクリーンが少ないってことですか？スクリーン少ないし、やってても1日に1回とかですよ。東京ですと、今やってるのってバルトナインと、八王子のなんとかっていう場所と、あと船堀っていうところのなんとかっていうなんか公民館的な映画館の3つだけで、へで、ね、僕その船堀っていうところで見てきたんですよ。うん、理由は、そこが10時と12時から2回やってたからなんですけど、うんうん、八王子のところは分かんないですけど、バルトナインなんかだともう夜8時からの1回だけなんだよ。で、まあもちろん7月とかからやってる映画だから、やってないんだけど、人気御礼で延長してやってるみたいな感じだと思うんだよ。ああ、なるほどね。なので、そうだな。まあだから皆さん見れないでしょう。僕のネタバレ聞いて我慢してください。うん。うん。とも言えるし、うん、急いで見に行ってもいいと思います。うん。あ、で、それでさっき言おうとした話なんですけどね。うん、まあ、恋愛がスパークして、
なんとセックスシーンがあるんです。ええー。まあ、セックスシーンといっても、子供を作るから、うん、そのための必然的な秘訣として、そのシーンも描かれるんですよ。それが面白くて、うん、直前に、何度目という彼氏は狼男なんですよ。うん、ところが、狼男だって言ってこなかったの。はい。いつもはガテン系の仕事とかしてて、哲学が好きだから大学に潜ってんだ程度の情報しか与えてなかったんだけど、うん、主人公の女の子の名前は花って言うんですけどね。はいはい、お花の花です。フラワーの花。はい、花ごめん。俺隠したことがあるんだ。実は、ごぼごぼごぼ、うわぁ俺は狼男なんだみたいな感じで明かすんです。はぁ、あ。満月の晩に。はい。満月だったから違うかもしれませんけど。で、それやって、それを受け入れて、花がいいよとか言って、その、狼に変身した状態で、はい、なんかクロス行ったらガオークモードみたいな状態でですね、はい、防虫に入るわけですよ、うん。それがちょっと面白くてですね。はい、あれ、つまり、成功をするためにさ、はい、なぜ、獣人になる人がいるのかとかがちょっと面白くてですね。はい、ちょっとまあ、誰にも言えない話題だったんですけども。今なんか、はい、来客の痕跡がありましたが。今ね、ちょっと多分僕が問題になるネタバレしましたから文句が入ったのかな。まあちょっと今日はじゃあネタバレちょっとそこそこにしとかないですか。あと2分くらい話させてよ。あと2分。はい、終わりました。いや、狼の子も本当に素晴らしくて、はい、何の気を照らった話でもないんですけど、はい、俺見てほしいと思った。確かにいや、なんかそんなことを言って某座談会とか言ったらボコボコに叩かれて、はい、人々の心は汚いなとか思ったんですけど、うん、最近は東博樹さんとかも見に行ってさ、大感動して帰ってきたわけですよ。いや、みたいですね。で、それがなぜかっていうのはすごく簡単で、うん、やっぱり子供の話なんだよね、基本的には。うんうん、割と新生児の存在感とかを感じてる人だったらば、うん、まあ、やっぱり感情移入せずにはいられない話になってるんですよね。じゃあどうですか、村上君は例えば、うん、16、7、うん、ぐらいの時に、その作品を見たら、今のような感動はあったと思いますか？いや、ない。はぁ、あ。難しい。というのは、さすがに僕、ほら、何度見てる、3部全部号泣してるやつだから、うん、違いなくないという断言できる。もう。断言できるよ、多いんですよね。例えば、その大学、まあ、何度見てる、第1部が大学のシーンで、第2部が子供生まれて、なんか、まあ、重大なネタバレが実はあるんですけど、うん、それは言わないようにしてみます。まあ、子育て大変だっていう部があると。うん、最後引っ越して、なんか子供がなんか思春期に入っていって、うん、手を離れていくシーンがあるんですよ。シーンというかもう時系列的にそうなるんですけど、うん、それぞれやっぱりこうストーリーの趣旨が違うわけだよね、やっぱり。で、残念だけど、16歳だとね、わかんないかもしんねえな。やっぱ、そうか。こう、やっぱコンテンツのこう、なんていうかな、いいと思うものが変容してるっていうの、現実が襲いかからないですか、自分に。わかんないね。変容してるっていうか、まあ変容してるといえば変容してるんだけど、まあただ一つ言えるのは、うん、ジブリのアニメーション似てるんですよ。ジブリ。隣のトトロとかに。うんうんうん、すごくよく似てるんだけど、全然違う。全然違う感じなのかなと考えたときに、そういう年齢ごとの違いっていうのが出るのかなと。難しい話なんですけど、僕16歳の僕が彼に見たとして、うん、今と同じような感じは絶対しないけど、しかし心を動かされるかされないかで言ったらば、動かされる可能性が十分にある気がする。ただ、その時ジブリだったらば、なんかどの年代、男女、変わらず同じような感想を持つだろうところで、この狼子供の場合は違った感想を抱く可能性が高そうだなっていう感じはする。なるほどね。そうか、それは割とパワーのある感じですね。いや、めちゃめちゃパワーありましたよ、本当に。あれすごかった。じゃあなんか DVD とか Blu-ray とか出るんですかね。いや、間違いなく出ますよ。もちろん、サマーウォーズも出てるわけでした。じゃあ、見ますかね。まあ、レヴィン君がどういう反応を取るかわかんないけど、うん、でもまあ、見といて損はない、ね。なるほど。いや、先週の死体泥棒の話に続いて、うん、ちょっと本気で感動してしまったコンテンツを紹介する、非常に純粋なお化けゴーストが続いておりますけども。いやもうネタバレをちょっと控えないかって言ったら、って言われましたからね、今日。控えようと思った時に限ってこう控えられない何かね。この男は本物ですよ。ネタバレお化けですよ、彼は。ネタバレよ。正真正銘の。いや、よかったよ、本当に。なんか僕の隣で見てた60歳くらいのおばあちゃんもスンスン泣いてたから。ああ、なるほど。じゃないと。で、その30分前に子連れで来てた人がいて、お母さん。はいはい、あ、女性、男性は俺しかいなかったね。おお。みんな女性で、
まあ、昼間だったからっていうのあるんだけどね、平日。うんうんうん、で、なんかその子連れのさ、4歳ぐらいの女の子と一緒に多分ジブリ的な目的で来た人がいて、うん、その子たちはなんか子供が小学生に上がったくらいのところでトイレに行ってました、ね。そこ大事なんじゃないかと思いましたけど。なるほど。あともう一つちょっと批評的な話一つかましておきたいんですけど、はい、結構良くて、あの、狼と、まあ人間の子供なわけだよね。うん。これ中間じゃん、やっぱり人間と人間じゃないものの。そうですね。で、よくこういう話しても、なんか0年代の評論の中であってさ、うん、キャラクターと人間はどう違うのかって時に、うん、そこメタレベルで繋がるんだみたいな話がよくあったわけだよね、僕もじゃん。はい。で、この狼子供って、そういうなんかゲーム的リアリズムみたいなものとか何の関係もないのに、うん、関係をなくしてることによってすごくよくそれが現れてて、うん、すごい教育的だなと思った。へー。だから頭がいい人から見たらば、いや、すっげー図式的で鼻につくわって感じなんだろうけど、うん、逆にそういうゲームのさ、なんとかメタがどうだとかっていうのにさ、関心がなかったり分かんなかったりするお客さんっていっぱいいるわけじゃん。うん、でもそういう人に分かってもらえるだろうなって先な気がしたんだよ。分かってもらえるというのは、その作品自体を。あの作品自体が示してる、そのなんていうのかな、あの異なった領域のなんか中間にいる存在が、あ、なるほど、あっち、うん、あ、じゃあ散々こうキャラクターと人間はどう違うのかっていうような議論をしてきたようなことをこう分からない人にそれとなく示唆するような内容。そうなるほどね。僕の言い方だと、その作品内と作品外の関係を意識するような関係って僕にとっては垂直的な関係なんだけど、うん、作品内だけで完結してるものは僕にとっては平面的な関係というような語彙を使ってるんですけど、なるほど、見事に平面で処理してて、うん、しかも感動的なんで、そういうのと全く無関係に、うん、狼って捨てていらないだろうと思うくらいなんだけど、平面的でありながらも垂直を意識させる、すごい意識させます、人々に意識させながら単にエンターテインメントとしても優秀という、そう、あ、まあ、ただ垂直意識させるというか、垂直だということを意識させずに理解させてしまうみたいな感じ。はあ、結構すごいですよ、あれ。ベタ褒めじゃないですか。いや、ベタ褒めですよ。だってもう俺さ、1時間30分くらい泣き通しで、はい、トイレとかに入ったら目が真っ赤でさ、うん、変な人ですよ、はっきり言って。いや、こんな、いや、正直人生で一番泣いたからね、やっぱり。あの、広げかよっていうくらい泣いたよ。ええー。だってあの、僕、カノンの月見合いルートでは1時間泣き通しましたから、こっちの方がさすがに、もうこれ声を上げて泣いてたけど、うん、まあ、映画の方もきつかったよ。もう途中で、やばい、俺なんか、しゃくり上げてきた、まさに止めなければとか、そんな感じだったから、ね。まあ、これは僕、ゴーストの条件みたいな本を書いてたので、うん、想像上の子供とかにすごい愛着あるからなんですけど、うん、まあ、そうじゃなくても、やっぱいい作品だと思うと思うんでね。なるほど。ぜひね、あの、機会があったら、映画館もいいと思いますし、DVD とかになった時もいいと思うんで、うん、見る機会あったらぜひ見てみてください。わかりました。で、あと、もう一つ、なんか、2ちゃんまとめブログの規制っていうトピックがありますが、あ、これ、ね、もうレビズバーがさ、一応今週ないけど、うん、これホットトピックだから一応やっとこっかな、みたいな。ああ、なるほど。あの、天才禁止の話ですよね。そうそうそう、なんか今日急に来たよね。なんか一昨日とかにひろゆきが降臨したみたいですよね、剣謀みたいな。あれもね、なんかひろゆき、お前よう言うな、お前がって感じなんですけど、正直感想としては。いやー。なんか2ちゃんがさ、どの面下げて天才禁止とか言えんのかよくわかんなくて。まあ、にっちゃん自体がね、コスペのスクーツみたいなところだからね。うん、ただなんか今回の流れってなんかその、あ、僕実は全然調べてないんですけど、もうほとんど耳で触ったくらいの話題として挙げてるつもりなんで。あと、概要をちょっと言うと、はい。要はあの前に、なんかこう悪質な変更。まあ、編集してすっごい、ありのままじゃない形で、こう。にちゃんのそれを改ざん、はい、編纂するってことですよね。でそれが問題、それでこう、なんか、あらぬ誹謗中傷みたいなものを受けているかのように思われるような記事をアップしていたという問題について、2ちゃんが公式に、このブログにはもう2ちゃんの内容、転載禁止ですみたいなことを名指しでやったと。で、そのブログは軒並み、まあ、ハムソクを除いて影響力が何分の1にもなってしまったと。っていうような制裁をやっていて、それの続きというか続編みたいなもんですよね。完全続編ですね。うん。なんか、2ちゃんのスレっぽく見せて、こう、ステマやるようなやつとか、なんかペニーオークションみたいなのに誘導しているサイトとかがあると。うん。いう話で、それをまたさらに天才禁止だぜ、みたいなことを言い出したってことですよね、ひろゆきは。そうだよね。だから詐欺サイトがどうだっていう話、が、割とこう、よく、あげつらわれてたよね。うん。ね、なんかこう、アフィブログとかには、こう、どこと、
なんか契約してどれぐらい金をもらったのかどうかまで聞いていくつもりみたいなこと言ってたけど、なんでそんなことをお前お前っていうかひろゆき陣営がそれ言わせる権利があんねんって感じですけど、まあ実際言ってましたね、僕が見る限りでも今日だけで 3,4 個がやってましたね、それ。うん、僕まあ実はずっと全くまあ、関係ないわけじゃないけど思ってたことがあって、うん、なんかその広告の面構えとかさ、うん、そうみたいなのがすげえそっくりだなと思ってたんだよね。あの不必要にそっくりだなとずっと思ってたから。何についてなんかその広告の入り方とか、はいはい、内容とかが、まあ全部2ちゃんまとめサイト用の広告だから、同じ会社がバーッと同じようにやってんだって言われたらおしまいなんだけど、それにしても多様性がないなって感じはしてたんで、うんうん、でまあ正直そのさ、まあこれ陰謀論なんで僕全然検証したいんで、うん、そういうレベルで皆さんには聞いてほしいんですけど、うん、まあ企業の影とかがあって、なんか、まあ同じバック黒幕ぐらい手を変え品を変え複数のサイトを運営してんだろう、そして悪用してんだろうっていうような、家庭が、まあ、今回の規制とかを、こう、規制を推、まあ、規制というか、あれかな、反発してる連中たちの、こう、推進力になってるわけでしょ。うん、で、まあ、それが本当かどうかは別として、まあ、これによってそういうのが明らかになるんだれば、それは面白そうだなと思ってた。うん、不自然だったからね、やっぱり。なるほどね。広告のビジネスモデルを知りたいなというようなね、純粋な興味もあったんですけど。なるほど。いやでも、にちゃんが言えないと思うな。だって、著作権を主張するなら、その、主張する内容物が、もう完全に著作権を他の著作者の著作物を侵害してないっていうことが前提になるじゃないですか。まあ、完全にオリジナルだっていうことがあります。そうそうそう、それを満たしてないと思うんですよね、ジャンって。全く満たしてないと思いますけどね。だからなんかあの脅してるけど、なんかこうね、禁止しますとかで、じゃあ違反したらどうなるんだろうっていうのをまあ考えるじゃないですか。でもなんか大体の人は従うじゃないですか、ま、あのやらおんとかお礼的とか割と従ってるけど、あんな無視したらいいと思うんですよね、なんか俺の発想としては。いやいや、レビューの書いてたよね、ツイッターに。いや、僕そう思います。あのそれ聞いてからその発想出たんだけど、うん、まあ、よく考えたらひろゆきだってね、いろんなとこが訴訟来てるのに全部をぶっちぎってる男だもんね。そうですよね、まあ、そういうことですよね、基本、うん、だからそういうことをね、企業も対抗してやったって別に何もできないしで、ね、なんか一つ思ったのは、じゃあもうなんか2ちゃんのあのどうなんでしょうね、2ちゃん、俺が思いついたのは、なんか JavaScript とかを駆使すれば、あのウェブページの内容って何ぼでも改ざんできるんで、なんかこう2ちゃんのスレをそのまま持ってきて、でそれを JavaScript で加工するという形で、なんか自分のコンテンツっぽく見せて、でも実は見てるのは2ちゃんのスレっていう風にしてしまえば、要はだからあのどう書き換えるかっていう情報だけがそのまとめサイトのセンターに、あのフロントにはあって、はい、でそれを通してフィルターで見ることによって、なんか2ちゃんのそれが層っぽくまとめっぽく見えるっていうようなものを作ってしまえば、検索に引っかからないっていうような問題はあるけれども、既存の影響力のあるブログがそういうふうにしてしまえば、なんていうか、まあわかりました。そういうあれだよね、例えば入足入足 VIP ブログフィルターとかを作って、そこから購読したらそういう風に見れるとか、そういう話ですよ。そうです、そうです、いや僕それだって、それは例えば2ちゃん専用クライアントとか使ってる人が特定のキーワードに NG をかけて、そう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 、普通だって話だよね、これ。だから何が違うのかって話になるじゃないですか。あの、まあそしたら文句ないんじゃないか、ね、ジェーンなんたらとか、あの2ちゃんブラウザとかあるでしょ、あれの開発者と何が違うんだって感じでしょ、じゃないですか。まあだから、その、まあそれだったら文句は言えないんだろうね。こう、ほとんど論理構成的に文句は言えなくなるんだろう、ね。そう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 。単に、ウェブで、ブラウザで見れる2ちゃんビューアーであり、で、なんか、いろんなスキンというか、こう、フィルターの、テンプレみたいなものを用意してますよっていう体であれば、そのサイトを通して見ることは、クライアントを通して見ることであり、で、そのフィルターはあらかじめ用意されてるものを使いたければ使ってくださいよぐらいの感じやけど、デフォルトではそれが適用されており、で、まあ何も知らない人が見るとまとめブログのようにしか見えないっていうような構造にしておけば、いいんじゃないかっていうことを考えてましたね、今日。いや、僕もなんか言われて納得の、うん、強いて言えば、そうやって初期のニコニコ動画みたいなもんでさ、そうですね。YouTube に乗っかってた話あるけど、そうです、そうです。ちゃんと脱落ちするじゃないですか。ああ、そうですね。あれどうすんのかなみたいな。でもそれが結構重要なのかなって感じ。ああ、それは確かにありますね。まあでもまあ、それを回避する方法は、
特定の時間にアクセスしないとメタデータしか見れないってことになっちゃうってだけの話だと思うんだけど。うん、そうですね。それはそれでいいんじゃないって感じもするよね、正直。うん。あるいは、なんか、壺を買った人は普通に使いますとか。うん。ちょっとなんか、壺を買うことによって2社にも金が回って、むしろ健全なシステムになるみたいな。そうですね。どうせでも最新のやつでしか、まあでもその、まあ今の、まあ、完全に劣化になりますけどね。ただ回避するには、そういうのもありなんじゃないかと。まあでもなんか入足のさ、まとめブログとかさ、うん、まあその、正直もはや手で作ってるとかっていう世界じゃなくて、うん、なんかプログラムとかをかまして結構機械的にやってんでしょ？まあそんな気はしますね。もうほとんどやること変わんない気もするけどね、その意味ではね。そうやね。アウトプットを HTML の成果物にするか、なんかもうそのままフィルターとして出して、それを通して見るようにするかってだけの違いで、まあでも記事丸ごと貼り付けといた方がね、過去の記事参照とかもされるから、明らかに PV を稼げるやろうけどね、そっちの方が。あ、だからそれこそがやっぱり強みで、うん、それが気に食わないっていうことの対立だよね、もはや。うん。アーカイブの、なんか、主人っていうか、権利者は誰なのか。あと、その、転載禁止っていう言い方さ、なんかすごいこう、法律の外側で戦ってる感じしない？なんかこうね、俺がルールだみたいな感じがしますよね、すごい。まあ、2ちゃんというのはローカルルールをさ、うん、作り上げることによって、なんかここまで生き延びてきた文化だからね。そうですよね、なんかヤクザっぽいですよね。まあ、でもヤクザみたいな感じですしね、もうひろゆきとかもはや。まあ、でもひろゆきもヤクザだけど、結構マチンブログやってるやつもヤクザだっていう話もない？それもありますね。だからヤクザ同士の構想。構想ですよね。いやー、まあそう思うと結構面白いで。で、我々はあれですよ、だから縁日でこう、しのぎをやってる、出店をやって、しのぎをやってるヤクザから、こう、綿飴とか買ってる立場ですよ、我々。よかった、俺らが出してんのかと思っちゃったじゃん。いけたないんだよ、ね。我々、イカ焼きとかを買ってる立場ですよ。ね、リンゴ飴がねえんだよと、文句言った立場だと。うん。でもそれは実はヤクザのしのぎなんですよ。ブラックラグーンとか皆さん読んでください。はい。やばい、やばいですね。普通歌でもこれは村上くんのネタバレで押したところもあるので、読みました読みましたね。これは普通歌ちゃんといきましょう。じゃあ普通歌読みますね。はい。これ一番にもきついな。涼香さんからいただきました。はい。いきなりですがお二人は変質者に会ったことはありますか？ほう。実は先日露出狂に会ったんです。え、夕方人気のない道を散歩していた時、20代後半くらいのスキンヘッドの男がポツンと道端に突っ立っていたんですが、ほう。そいつはへその下で片手を小刻みに動かしていました。チンコいじってんのかな。最初は携帯用のスプレー缶でも振っているのかと思ったんですが、ちらっと見えた握ったものの先端が肌色だったのです。あれはもしやチンコをしごいてるのか、あれでも大きさが微妙か、っていうかぶっかける気。チンコ肌色なんや、うん、私は直感的にヤバいと思ってすぐに相手から目をそらしました。はい。だから実際のところ本当に男が何をしていたかはよくわかりませんでしたが、動揺して瞬間的にパニックに陥っていたし、もう一度確認する勇気もありませんでした。結局こちらの弱腰な姿勢を悟られたら襲ってくるのではと相手を無視してそのまま横を通り過ぎました。男から20メートルあたり過ぎた頃、思い切って後方を振り返ると、私から反対方向へ全速力で自転車を漕ぐ男の姿があり、事なきを得ました。二人にはこういうおかしな人に出会ってしまった体験などは終わりでしょうか。はあ、ナイス。これさ、露出狂じゃないかもしれないよね。うん、肌色の何かを小刻みに、マジで肌色のスプレー缶を振ってたんかもしれないよ。なんなんでしょうね、しかし。なんか、チンコ見せられた話かと思ってワクワクしてたんですけど。いや、だってそんな体験談でなかなか聞かないじゃないですか。まあ、聞かないね、案外。ワクテカしてたんですけど、なんか、結局、チンコなしで、チンコらしきものを小刻みに振ってただけの。まあ、未確認チンコ物体ですか。そうですね。ああ、この人は、ジョーカーさんというだけあって女性なんですかね。まあ、多分女性なんでしょ。ぶっかける気とか、まあ、男でこのシチュエーションに出くわす可能性は低いよ。うん、チンコが肌色だと思ったら大きな間違いですよ。まあ、多種多様な色してますから。あら、村上くんはいろんなチンコをご覧になってきたようですが。いやいや、普通です、普通です。肌色のチンコって、なんか軽な気がするな。普通ちょっとなんか、こんな話していいんかね。普通もうちょっとなんかドス黒いですよ。いや、まあ、ドス黒いものを、どす黒いですか、レミン氏のチンコは。いや、まあ、自分がどうとかいう話じゃないですけど、まあ、肌色ではないでしょ。やや黒。
はなんか子供とかだよね、ほとんどね、それ、うん。なんかあの、僕これ見ててさ、うん、ちょっとエヴァンゲルの話前半しましたけど、うん、エヴァの庵野監督が撮ったラブ&ポップっていう実写映画があるんですけど、あ、はい、しましたね。ラブ&ポップってあの、村上龍原作の、ホギャルの小説で、うん、文庫の小説で、はい、それを庵野が映画化したんですけど、はい、そう最後の方で、その主人公の女子高生がなんか変なバイトするんですけど、うん、一緒にビデオ焼きたいとかっていうなんかバイトしてて、うん、そしたらですね、こう AV コーナーに入っていって、うん、その女子高生の手をポケットに突っ込んで、うん、まあ、ポケット越しにしこるっていうやつがあって、はい、結構この映画のクライマックスなんですけど、はい、僕それを思い出しました。へー。見えないようにやるみたいなやつ。あー。これは猟奇的ですよ。なぜそれを思い出したのかよくわかんないですけど。ポケットだもん、これ普通に。だから僕、逆似てるからですよ、その構図。だって逆にそれくらいしかなくて、はい、他の映画でも見たことないし、エロゲーでもそんななくない？まあ、フィクションの世界の話ですよね、それは。現実だと全くないっす、はっきり。現実、まあ、ロス教を警察に運んだドキュンの話をしましたけど、お化けゴーストの中でね、一回したことがありますけど、それも別に俺の目の前で行われたことでもないしな。なかなかやっぱ男はないんでしょう、ね。うん、俺もないですね、この類は。はい。ああ。露出狂。でね。まあ、すき家で食い逃げかっていうのは一瞬見ましたけど。ああ、変質。この話。いや、わかんない、したかも。すき家で飯食ってたら、なんか、ごちそうさまとか言ってパーって出てたやつが金払ってなくてっていうのは、まあ、変質者ではないけど。ただ、うっかりさんじゃないの？うっかりか恋かはわかんないんですけど、まあ、なんか、非日常的な光景ですよね、まぁ、ちょっと。非日常か、難しいね、なかなかないわな。うん。まぁ、露出狂はないですね。まぁ、露出、これさ、俺女性じゃないからわからんけど、露出狂って、が目の前に現れて、人工ビローンとかやって、ウヘヘヘとかやって、また、多少のカルピスが飛んできたとしましょう。はい。で、ショックなんですかね、やっぱ。ショックでしょ。ショックか。え、ショックじゃないの？え？まあ、なんか男が、俺やったら笑ってもらうかもしれないですね。いや、我々はね、これはシュールだと。うん、なんかまあ、カルピス飛んできたら、汚ねと思って、怒り浸透ですけど、なんか、ショックかどうかはわかんないですね。まあ、それは、ほら、エヴァンゲリオン的に言えばさ、うん、ほら、使徒神聖25話でさ、うん、シンジがさ、冒頭でさ、うん、はだけたアスカの体とかを見ながらさ、G をするシーンがあるわけじゃん。ありますね。あれで、面白い話があってさ、うん、あれでシンジは、そうやっちゃって最低だと思うんだけど、うん、他方で、22話でアスカは、こう、心の中を一緒に覗かれて、汚されたと思うわけだ。うん、つまり、こう、同じような体験でも、男と女では、こう、捉え方が違うってのあるんじゃない？いや、そりゃそうでしょうね。だから、俺はわかんないですね、これ。うん、まあ、だちょっとなんかこう、余裕があるよね、この涼花さんは。あれはもしや、チンコをしごいておるのか、あれ、でも、生きたか微妙か、っていうか、ぶっかける気みたいな。漫画みたいな感じ。確かになんか結構、なんか具体的に想像してるな。いや、まあ、ことなきを得てよかったですよ。こんな感じ。まあそうですね。これはね、ぶっかけで済んだら、まあそれでも女性にとってはショックなんでしょうけど。ぶっかけられたら、なんか普通に犯罪だよ。犯罪ですよ。なんかネットでは見るよね。なんかそういう。謎のこう液体とか頭にかけられて、熱くと思ったらば性液だったみたいな。なんか、それで思い出しましたけど、何すか何すか、なんか全然関係なくて恐縮なんですけど、地獄少女で、はい。地獄少女っていうアニメがありますけど、エンマイが主人公の。はい。あれでね、なんかね、笑ってまうんですよね、あれ結構、話がいろいろ。はい。なんかね、漫画描いてる女の子が、の話があって、はい。なんか、こう、同じ学校の金持ちで、多分権力も持ってるような、高びいな女がいて、はい、そいつのことをめっちゃバカにして、また漫画描いてるの私が見てあげるつまんないとか言って捨てて、で、なんか足で踏みにじったりとかしてるクソ野郎、はい、クソ女なんですけど、そいつがなんか、遊園地に行くわ、あんたも来るのよとか言って、その女を連れてって、で、なんかジュース買いに行かして、で、買ってきましたとか言って帰ってきたら、ああ、もうなんだかいらなくなっちゃったとか言って、そのジュースの、あれですよ、注入する形の、はい、ジュース自販機で買ってきたようなやつの、ああ、もういらなくなっちゃったとか言って、そいつの頭にバーってかけるんですけど、それを思い出しましたね。
いや、するかと思って、そんな。いや、単にひどい女ですよ。で、面白いのが、まぁ、あ、ちょっとあの、パチンコの話ですけど、はい、パチンコのそのシーンでは、その、かけるジュースの色で鍛え度が変わるんですよね。さあ、あれか、赤とかだと熱い。そうひどい話ですよ。ジュースかけられてんのに、ひどい、ジューシーやのに、それで当たり、大当たりの鍛え度が変わるんですよ。あ、なんか確かあれってあれだよね。そこで諦めたり、諦めるコースもあるはずだよ。そうです。あの、なんかね、その、わらの人形を、なんか、の紐を解くか解かないかで、あの、地獄少女が発動するかどうかが変わるんですけど、それも結構一つの節目で、解いたら、お、これは期待できるみたいな。そう。感じで。でね、なんかその紐解くシーンでもね、なんかエンマ愛が、物陰から見てるかどうかで期待度が変わったりとかするんですけど、そうだよ、ね。そのシーンもシュールでね、シュールなんかね、女の、なんかこう、セクハラされてる OL とかも、のケースとかもあるんですけど、はい、セクハラされた OL がさ、なんか、クソ上司にお茶が入った湯飲みをぶっかけられて、熱いとか言って、もう耐えられないとか言っても、悲惨な光景ですよ。はい、で、藁人形の紐を、解こうとしてるところをじーっと地獄少女が見てて期待度を示すためか知らんけど、お前物陰から見てないとちょっとなんか助けたれよみたいな。いや、だからあの紐を解くと助けなくちゃいけないからスタンバってるわけじゃないですか。いやー、あれはね、面白いですよ。あれはドラえもん的なものですよ。詰められたんだよとか抱きついてきたのび太を、うん、全く見ずに中空を見てるドラえもんみたいな感じで。ありますね。の興味はないですけど、みたいな。いやー、確かにあれは藤子衆がちょっとしますね。ちょっとおもろいです。はい、まあ。そんな感じで、我々はあまり例はわからないということで。はい、次行きまーす。はい。名張しのぶさんからいただきました、はい。ありがとうございます。中見さん、リバウンドの兄貴、こんばんは。は以前村上さんがおっしゃっていたんですけど、はい、足元暖房が話せなくなるというのがとてもわかります。おう、私も足元ファンヒーターを使っているんですが、それが癖になってしまい足が低温やけどで真っ赤になります。お二人はそういった日常的な癖で病気や不健康になったことはありませんか？うん、私は夏でも冬でも風呂上がりにすぐに髪を乾かさず服を着ずにいて鼻水がナイアガラの滝です。それは原因が割とはっきりしてるんだったら対策しないとまずいですね。まあ、低温やけどって確かに、僕も実は未だにその、まさにそのヒーターとか使ってるって、うん、危ねえなとかって思ってるんですけど。うん、俺ね、ありますよ。マジ足元に、なんていうんですか、マジでトースターの中身みたいな、やつが棒2本あって、みたいな、あるじゃないですか。あります。めっちゃ電熱線で温める。はい、あれをつけて、横にあったゴミ箱がひしゃげたことありますね。レミン君。はい。僕さ、はい、それで、ボヤを起こしたことがあるよ。あれ、危ないよな。やばい、ちょっと僕その話したいんだけどさ、はい、ある前に住んでた家がロフトがある部屋で、はいはい、それ僕2階のロフトに出たんだけど、1階に友達を泊めたことがあったのよ。うん、その友達が、寒いことで毛布を被ってたんだけど、うん、電熱つけっぱりしたんですよ。電熱ヒーターに毛布を足に被せた状態でくっつけてたんだよね。はあ、そしたらさ、まあ、そんなこと当時の僕は知らなきゃいけど、寝てたらさ、うん、上がなんか、煙いんだよ。はあ、なんか苦しいぞと。はあ、そしたら目の前パッと見たらさ、黒、うん、い煙が上がってんのよ、室内に。お真っ黒な煙が。はいはい。油製品特有の。はい。で、パッと見る。夜ですよ、2時くらいの。うん。いや、暗いはずなのに、そこだけ赤く光光となってんのよ。うわぁ。光光となってんのは、ヒーターじゃないのよ。ヒーターも光光となってんだけど、触れてる部分の毛布が溶けて赤くなってんだよね。やべえ。やばいですよ、本当に。いやー、それ、あ、大丈夫だったん？その足つけてた人は。いや、彼はね、まあ、なんか、靴下には特に支障はなかった。うん。どこに支障が、ま、毛布は穴が開いた。体には大丈夫でしたよ。あ、大丈夫だったね。すごいな。いや、あれやばいよ。だってね、俺、前バイト行ってた、まあ、手伝いに行ってた、はいはい、人の仕事手伝いにバイトに行ってた時があって、で、その事務所で、俺、タバコを吸うために玄関、ベランダに出て、あ、火忘れたと思って、で、寒い冬ですよ。はい。で、火ないって言ったらないし、で、コンロもね、その家ね、ガスの契約をしてなかった。もう事務所なんで、個人の。で、事務所のためだけに使ってた、村上くんみたいな感じの前の。はい、はいはいはい。なんかこう、特定のインフラだけ契約してないとか。そうですね。で、ガスが出ないから、どうしようと思って、でもヒーターがあったんですよ。まさに同じタイプの。はい、はい。それで火つけようとしたらつきましたからね。うーわ。はい。
それにこのそのじりじりと赤くなってるところにタバコ押し付けてたら燃えましたもん。まあつけれてよかったとも言えるし、うん、つけたからやばいやんって話でもあります、ね。どんなつけ方やってツッコミ受けましたけど俺は。どんだけ吸いたかったんだって話。どんだけ吸いたかったんだって感じですけど、まあそんな危ないですよねあれは。まあなんか悪癖っていう話でもないけど、もう冬場共通の問題ですねこれは。だからなんか安全な形のやつあるんでしょ。なんかあったかい風が出る扇風機とか。あるんです、あります。ハロゲンヒーターか。ハロゲンヒーターですね。あれとかどうなんですかね。まあ、ハロゲン僕使ったことないから、あれですけど、ただまあ電熱よりはまあマシっぽいよね。でもなんかあんまりあったかくなりそうにない印象があるんですけど。ちょっと安全性の問題と全く別個に、うん、そもそも機能的な暖房が欲しいとかっていうような欲望があってさ。そうですよね。まあオイルヒーターを実は僕ちょっと検討してたんですよね、この数年。あのね、パーソナルスペースというか一人でしかいない場所なら、はい、電気毛布最強なんじゃないかなと思うんですよね。君電気毛布持ってたっけ？俺はね、なんか馴染まずにあんまり使わないまま使わない生活スタイルに戻ってしまいましたが、電気毛布をこう例えば椅子に座ってる時とかでも足元にかけとくとかやるとめっちゃあったかいと思うんです。寝る時やったら暑いぐらいですね。なるほどね。まあ確かに普通にオフィスでも毛布かけとくと全然やっぱり寒くなる、下半身足元とか違うもんね。それがさらにあったかくなるんですよ、電気の力で。しかも超安全で。いやー、電気毛布で火事のリスクを軽減、うん、電気毛布はめったなことでは火事起こらないと思うんですけどね。安全設計されてるやろうし、あ、日本製であることに注意しようって感じか、うん、中国製だったら爆発するかも、うん、爆発あるいは村上くんの、あの、その、それ状態になるかも。あれはやさっきで捨てましたけど、ね、妖怪していってる感じでしょ。いや妖怪なんで、だからあの毛布が石油製品なのとかよくわかりますよ。こう水をこぼしたあのじわーっと広がってるかのようにき、あの燃えていくんでしょ。いやあれね、すっげえ気持ち悪いですよ。僕灰色の毛布だったんだけど、はいはい、そこだけね、なんか狐か狸の皮みたいな感じだったから、うわー、すごい、もう本当気持ち悪いんで見ない方もいいっすね、あれはね。なんで、まあ、こういう何でしたっけ、日常的な癖でなんか病気や不健康ねえ、俺あの、まあ、それで言うと、あの、なんて言うんですかね。寝転がってる時に伸びたスタイルあるじゃないですか。あります。横向きに寝転がって、肘を地面について、はい、こう、手のひらで頭を支えてる、あのポーズ、はい。あれの発展形で、ね、肘をもう本当垂直にこう、なんて言うんですかね。肘を手前に、脇に引き寄せるというか、はい、っていう体勢を取ることが多くて、はい、肩にめちゃくちゃ負担かかるんですよね。いやー、その体勢、特に俺体重は重いじゃないですか。はい。その体勢続けてるとほんまね、もう肩がね上がらないぐらい痛くなっちゃって、それその体勢やってると。いやレビ君、僕も全く同じ経験をしてて、あれ不思議なんだけど、僕17歳以前とかは全然大丈夫だった気がするのに、うん、18回から急にダメになった感じがする。うん、大学時代なんですよそれ。なんでなんだろうね、痛くなってる、ね、この体勢楽やけど後が痛いから やらないようにっていう縛りを入れて、まあ結局枕をで2個ぐらい抱えることでなんとか代わりになるように矯正したんですけど、自分の癖を。なるほどね。まあ確かに寝方はね、かなりこうそういうストレスになりそうだよね。うん、そうですよね。クッションとか豊富に欲しいですね、家に。ああ、確か今あんまないんですよ。もうクッションはないけど枕がいっぱいあるね。ああ、いいね。事務所とかに枕とか置いてあったのをこの機械で全部持って帰ったら大変な量になってます。うん。まあ割とクッション代わりになってますよ。なるほど。はい。まあそんなところですかね。はい。次いきます。ゴリラガラスさんからいただきました。ああ、タイトル募集の常連の方。常連ですね。はい、先日自分の Gmail に不正なログインをブロックしましたという不穏なメールが届いていました。マジか。内容をよく見ると、なんとアクセス詳細の場所の欄に中華人民共和国とありました。うわ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 。パスワードの流出というと大抵の場合は、ユーザー側の不手際が原因となっていることが多いと思うのですが、うん、最近は池田信夫先生も同じような被害になってツイッターで憤慨していたことや、ありましたね、以前レミンさんが中国からのサイバー攻撃は日常茶飯事みたいなことを言っていたことなどを思い出し、はいはい、なんだかんだでユーザーの責任されてるけど、こっちの注意にも限界があるよなということを思いました。うん、お二人は自分のパスワード管理などはどうされてますか？これはね、中国の話したのは多分これだと思うんですが、VPN の話で、はい、要はね、これ説明がちょっと難しいんですが、VPN っていう、まあ、なんていうか仕組みがありましてね、インターネット、コンピューターの。
はい。社内LANとか家庭内LANとかあるでしょ。はい、ありますな。で、あれって、こう、アクセスできる場所が限定されてるか、社内からしか無理とか、家庭内からしか無理とかいう風になってるんですけど、ルーターとかで。はいはい。ただ、その、なんていうかな、一個ゲストアカウントみたいな、その外部からここにログインすると、その社内LANに入れるよみたいな、こう、代行システムみたいなのがあるんですよ。窓口というか、家庭内LANへの。うん。そういうのを果たす仕組みが VPN って言われるやつで、はい、要は、例えば学校、学内システムって学内の端末からしか無理だけど、家からでも、できるように、その VPN を通じて、学校に申請しておけば、家からのアクセスは OK とかいう風に使うんですけど、それで一回仕事をやってたことがあるんですよ。そのまさにさっきそのヒーターでタバコつけたところに家の外からもできるようにっていうことで VPN 通じてやってたんですけど、その VPN でログインしてると、つまり自分の IP アドレスが一時的に鉛筆の先にキャップつけるようなもんで、自分の IP アドレスの先にその VPN の IP アドレスがキャップでつくんですけど、はい、そこにね、まあ共用のサービスやからかわからんけど、バンバン中国からそのこっちにアクセスしてきてて、はい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 。で当時ウイルスセキュリティソフトアバスト使ってましたけども、バンバン天井に届くぐらいの、天井に届くくらい、モニターの上端に届くぐらいのこう検知しました、検知しました、検知しましたっていうポップアップが出て、あ、そうよ。びっくりしましたね。なるほどね。もう日常茶飯事ですよ、本当に。はい、皆さん、天安門事件入れてください。天安門事件を返せば、ぱったりと読みますよ、多分。前にレヴィン君が言ってたことですね。そう、マジで効果あるみたいで。で、まあ、そういう、中国はもう日常的にやってるっぽいんですけど、この、池田信夫先生の件は、池田信夫先生が憤慨してたっていう事件があるんですけど、まさに。あれはね、Gmail、Google アカウントですね。はい。まあ、ハックで、この人もそうですよね、Gmail の。ゴリラガラスも。セナログインだからね。でも、これって、マジで防ぎようなくて、だって Google の管轄だから、すべて。こっちはログインするぐらいしかできないから、はい、なんか、パスワードを抜かれて、パスワードを、正しいパスワードを盗まれてやられた以外は、全部 Google の問題ですからね。まあ、どうしようもないよね。どうしようもないです。いいって言うなら、なんか、一つの用途、すごく細かく用途を分けるとかしかないよね、はっきり。なんか、パスワード原因だったらそうですけど、もうそうじゃなければ、パスワードもクソも減ったこともないんで。ほんと、便利で一元的なサービスを利用していることの、まあ、ネックそのものです。うん。なんでね、これはマジで、パスワードが原因っていうのをなくすために、パスワードをこう、ね、ちょっと前に発表されましたね、パスワードで使われやすいワード1位みたいな。ああ、なんかベスト30とか出たよね。1位がね、確かパスワードだったんですよね。パスワードにパスワードって入れるんだ、マジか。俺、その風習がないのでね。どうもない。風習というか、まあ、パスワードが必要なウェブサービスというか、まあ、そういう仕組みを作ることってよくありますけど、俺とか。まあ、使わないですね、あんまり。パスワード管理か。何使ってるかな。僕は、まあ、乱数、あんまり使わない方なんですけど、うん、乱数をさ、必然的に乱数にするものってあるじゃん。例えば、なんか、ウェブサービスのアカウントとか取るときに、うん、サーバー側から発行される最初の、パスワードとかって自動の場合は大体乱数じゃないですか。あ、ありますね。で、僕ね、それを最初に使ってた、もう中学生とかに使ってた頃のものをいくつか完全に暗記していて、うん、それとかを使い回してます。あ、これは完全に乱数なんですけど、それ自体は。はいはいはい。でもまあ、それだとまあ、なかなか、自分は覚えてるけど、うんうん、逆ハックはしにくいかな、みたいな。で、まあ、一個バレたら、連鎖的にっていう対策にはなってないですね、それ。でもそれはね、実質不可能に近いですよ。そんなランダムな文字列をサービスごとに覚えれるかっていう話で。どっかに書いておくとかだけど、それ取られたらおしまいだとかっていう話になっちゃうし、まあ、そもそも不便だよ。うん。まあ、僕はそういう感じでしょうね。まあ、でもまあ、ちょっとこれは、まあ、なんか非常にセンシティブなので、この辺でやめときましょうか。俺はね、実はね、一個、考案していて、方法を。ごめんなさい。これを公開すると、俺のパスワードがバレかねないので、申し訳ないが公開できないんですけど、一応一つ方法がありますね、俺の中には。
セキュリティポリシーがあると。ポリシーというかね、こうしとけば、ね、じゃあ、何を満たせるかだけ言うと、サービスごとに、パスワードが違う。で、ランダムな文字、ランダムではないが、まあ、なんていうかな、読まれにくい文字列である。っていうぐらいですかね。それは満たせますね。なるほどね。あと、記号とか、記号英字数字を1文字以上、それぞれ含めるっていう条件も満たせるし、みたいな。まあなんか、その、わかんないけど、うん、しかし、そのキーワード、その条件から、なんか作れそうだなって感じがしました。うん。自分で利用しようと思ったらできるかな、みたいな。うん。だから逆に、条件をいくつか並べてみて、これを全て通れる関数を自分で構築すれば、で、しかも忘れられない、忘れないというか、その、こういうふうに私はパスワードを作っているんだっていう事実さえあれば、類推できる。自分で思い出せるみたいな仕組みが意外とね、複数パターンいけると思うんですよね。だからちょっとこれはね、1日ぐらい咲いてみて、マジで作ってもいいかもしれないですよ、そういう関数を。レビン公理があるわけ。うん。俺はね、自分に適用してるやつがあるんですけど、これは申し訳ないが、言うとバレるので。いや、僕もね、それがあるんでね、これ、この質問削っときゃよかったかなって気持ちなんですけど、いや、いい情報が入りましたね。皆さんも、自分の使いやすい関数を。作ってください。ええー。はい。じゃあ最後行こっか。はい、ラス1。最後は、なんかし、激辛の最後っぺさんにいただきました。はい。この前、東博樹さんが、ツイッターで、最近まで日本の人文思想のレベルが高かったのは、猛烈な翻訳輸入国家だったため、本質は娯楽も同じ、日本の書き手が日本語しか読まない、アニメ制作者がアニメしか見ないのでは質の低下は致命ということをつぶやいておられました。実は、押井守さんが、メルマガで、今のアニメ業界を覆っているのは追体験願望だということをおっしゃっていまして、これらの2つの発言を聞いてどこか似てるなと感じました。やはり日本国内だけで作品を消化する人には革新的な作品を作ることはできないのでしょうか。なるほど。これはね、俺はそんなことないと思う。もうこれいろいろ思いがあるんですけど、思いというか感想というか、はい、長島優っていう人がいるじゃないですか。小説家ですね。小説家のブルボン小林ですね。あの人はもうあんまり小説読まないらしいんですよ。はい。ということはこう、まあ多分他のことをしてきた人であり、でなんかそういう人の方がなんかこう意外といいもん作れる。つまりこれは同じこうね、アニメが好きな人ばっかが作ったアニメよりも外を取り入れようぜって話でしょ。この人文思想のレベルが高かったのは輸入国家だったのでってことは、はい、その道を志す人が普通読まないとか触れていない分野のことをやってる人がその分野に来たらこう結構革新的になるっていうのは確かにそうだと思うんですよね。はい、まあでも日本の中でもそれができるだろうって話。だから確かに、で、なんていうんですかね、日本は割と日本語で確かに閉じてると。でも海外は割と、どうなんでしょうね。海外はってくぐって実情知ってるわけでもないんですけど、まあ言語の壁は少なくともなさそうだと。まあヨーロッパとアメリカ、英語圏とはまた違うんでしょうけど、ヨーロッパはヨーロッパに閉じて、英語圏は英語圏に閉じてそうな気もするんですけど、まあでも、規模が違いますよね。まあね、そうだね。日本に比べると。だから、まあ、そういうふうに開く、なんていうんかな、母数が多いところは、確かにそこに比べたら不利だとは思いますよ。だからそういうね、その不利さがないところで作られたやつの方がレベル高いっていうのは、そりゃそうでしょ。レベル高いっていうのは、なんていうかな、刺激的でありやすいというか。まあなんかその日本のコンテンツって、はい、こう、まあ、ガラパゴスって言葉がありますけど、うん、やっぱ先鋭化しやすいところがあって。ありますね。その先鋭化ってやっぱ紙一重で、紙一重でチンプになっちゃうとかっていうリスクが、まあ出つつあったりするのかな、みたいな感じ。うん。で、別に僕も、まあ僕自分のこう反省とか努力的なレベルで言えば、うん、まあ、海外とか見るべきだと思うんですけど、うん、まあ、海外見ればいいってもんじゃないっていうのは、まあ、それはそれで自明なわけじゃん、やっぱり。うん。そうなんですよ。だからまあそこはやっぱりその、むしろ、自分がこれはあまりこれまで参照してこなかった方向性だみたいなものをやっぱり、それなりのスパンで補給していくっていうリズムを作れるか作れないかって話なんじゃないかなと思う。一応言ったんですよね。その先鋭化するのがいい。
場合もあるし、いい場合もあるんで、場合っていうか側面もあるし、まあなんかこういろんな考え方というかね、こう日本人にはないような発想って、英語圏とかヨーロッパ圏とか、まあ、どこでしょう、その他の圏で発生しているものを取り入れてこれやすいっていうのは、それはそれでこうね、刺激的ではある確率を高めるというか、バリエーションが多いというか、まあ、あるから、だから結局そのどっちかに身を置いてるもののないものねだりのような気もするんですけどね。こう日本で先鋭化してるような文化に囲まれてる人は、いやもっといろんな発想がある方がレベルが高いのになとか思ってしまったり、思ってしまうというか思いがちであったりとかするっていう、ないものねだりっていう印象ですね、俺は。まあこれはまあいろんなものがあるので、まあただ見れるんだったら見た方がいいとは思いますし、なんでしょうね、その後この人文思想っていう話だったんで、もうちょっと話とりあえず補足して終わりにしとくと、はい、なんか人文思想ってね、確かに1990年ちょっきりくらいまでは、うん、妙に入ってたんですよ、日本って。へー、どれくらい入ってたか、ちょっと世界で一番翻訳されてた。どういうことですか。例えば唐谷公人がこういう笑い話をしたことがあるんですよ。はい、唐谷公人がアメリカに出かけてた時に、はい、あいつは英語が下手くそだと、はい、でもそれはしょうがない、なんせやつはドストエフスキーを全部読んでるから、ロシア語とかにすっごい近寄ってしまったために英語がおろそかになったんだと。唐谷公人は日本語にドストエフスキーを読んでたので、うん、それは全然違う話だったと。はい、でもだから他のアメリカでも、常識的に考えて、そのやっぱロシアの作家の言葉だったらロシア語で読まなきゃいけないっていうような前提があったわけだよ、うん、もちろん、ね、ヨーロッパだったら英語だし、フランス語だったらフランス語、ドイツ語だったらドイツ語、ラテンだったらラテンとか、ギリシャだったらギリシャ、中国だったら中国だったんだけど、はいはいはい、妙に翻訳が発達してて、うん、いろんな国のものがかなり包括的に日本語で読めたんだよね。ああ、なるほど。なんか偉い人の全集とか、ソクラテスとかドストエフスキーとかから、何でもいいですよね、うん、エドガー・アラン・ポーも読めるしさ、コナン・ドレスでバーッと読めるしさ、うん、っていうのがあったっていうのがすごくこう恵まれてたんですよね、やっぱり。なるほどなるほど。で、つまり言語の障害が実質ないものみたいになってたと、一時的に。かなりなかったし、しかもこれって古典を訳してるんで、うん、割と未だにそうです。うん、なんですけど、まあ、そんな調子でやってたっていう、こう、猛烈な時代が、まあ、2、30年前に終わったよね、みたいな。終わってみたら、会長に文化のレベルとかも下がっていって、いや、他方で、そういえば、先鋭化、それと同時に多分先鋭化もされてたところがあると思うんだけど、うん、まあ、その弊害出てきちゃってんじゃねえのっていう話は、この東さんが10年くらいやってる話かなと思いますね。なるほど。まあ、ほんと一長一短だね、この話はね。おかげで文化がすごく豊かになってる側面もあるので。これは本当だとして、この例えば本質は娯楽も同じ、日本の書き手が日本語しか読まない、アニメの制作者がアニメしか見ないのでは質の低下はじめっていうのは、まあ仮にこれが本当だとして、なんかどうしたらいいのかって言ったら、これの逆を取れば、アニメ制作者がアニメしか見ないのではっていうことは、アニメを見てない人をアニメ制作者にする必要があるってことでしょ。そうだね。だからこうアニメを見てない人にアニメの良さを教える、例えば何でもいいですよ、科学者とかに実はアニメってすげえ面白いんだぜっていう、こう広報宣伝活動をしていくっていうことが対策になるじゃないですか。そうですね、引き込むというか。そうですね、なんかそれが対策にとしてあげたいんですかね、東博さんは。まあよくわかんないけど、うん、まあ東博さんという方はですね、うん、僕にとっては他人行儀すぎるんですけど、東さんは、はい、とにかくタコツボ化の批判をずっと続けてる人なので、うん、業界は開かれていくべきだし、うんうんうん、その、ある閉じた学閥なり学軍内の中だけで褒め合ってるような世界は気持ち悪いみたいな、うん、ずっと言ってきてる人なんですが、めんどくさいなと同時に、しかしながら、やっぱり先鋭的で、美学的なものとかの価値とかも補完していきたいみたいな欲望が同時に併存してる人なので、うん、こういうこと言ったからといって、そうですね、東さんとかって、こう、不和雷同してると、2年後とかに反対のこと言われて、すごいショックを受けるとかっていうことが起きえますね。なんか、実感がこもった感じが。これ、でもそりゃそうなんですよ。うん。だって、どっちかが正しいっていうわけじゃないことは、まあ、むしろ、ここのレビンスの話だけでもさ、うん、ある程度だからさ。いや、そうですよね。そもそもトレンドも変わるじゃない、やっぱり。うん。10年ごとにさ、政治の状況も変わればさ、うん、その
突発的にいい作品がボコボコ出たらやっぱり良かったみたいな話にもなりかねないわけじゃん。うん、その根拠がさ、うん、まだ薄弱だよね、うん、いいものができてるとかさ。いやそうですよね。だってさ、この追体験願望だっていうことを押井守さんがメルマガでおっしゃってたそうですが、ですね、追体験願望をさ、もう究極まで突き詰めてったらスカイリムみたいなもんができたがってみたいな、まあ、バーチャルリアリティの最高峰、ね、今ではね、こう現実でええやんっていうようなことをこうバーチャルの世界で実現するしまくって、とことんこうリアリティを追求したがために、こうああいういいものが生まれたりするわけじゃないですか。まあ、あれが追体験願望の集大成なんかどうかわかんないですけど。まあ、逆にあれはさ、やっぱ科学的な技術が少し噛んでるわけじゃん。テクノロジーの進化と、うん、あの、並走してるものですよね、うんうん。アニメみたいなものの場合は、やっぱりこう、相当新しいものを取り入れていかないとマンネリ化しちゃうってのあるんじゃないの、うん、あれ、テクノロジーは変わってないじゃん。うん。ついてならなんか、ニコ動とかでも見れるようになって、うん、こう、アニメがすごく身近になったみたいな。うん。知らないけど、うん、まあその程度のものだよね。ゲームはもうほんと違うじゃん。なんか、うん、30年前に漫画に登場してたっぽいものに何かなりつつあるみたいな、うん、あると思うからね。まあ科学とか工学は、うん、そうでない有利だと思うね。新しいのを作ろうっていうような発想の努力が、うん、割とスムーズに出やすいのかなって感じがします、うん、いやーまあ、うん、ほんと人文とか娯楽の方は、娯楽というかコンテンツ的なものはそういう方向では結構、バシバシ新しい構想をしていかないといけないんだろうね、本当はね。そうですね。だからなんかそれぞれがさ、自分、あの、どうやればいいものができるかっていうのを、もうなんか絶対的なものとかないから、その、それぞれの、こう、心情に沿って、それを実践していって、で、実際にいいものが生まれる、なんか実績を積み上げていっていただきたいですよね。東博樹さんとかだったら、その、そういうことを言っていくことで、それに共鳴した、各界の、まあ、幹部的クラスの人が、そのやり方を実践し、いいものを作っていくみたいな、ふうになってほしいですよね。多分さ、あの、まあ、監督もそうだけど、多分プロデューサーとかの資質が重要になってくるんだろうね。うん、トップの人がさ、スティーブ・ジョブズみたいなさ、やつがアニメ監督とかにいたとしてさ、うん、まあ、ジョブズみたいなとかいうのもそろそろ陳腐になってきましたけど、うん、ここに新しいのを入れるんだと、うん。そんなことやったことないですよ。関係ないみたいな感じでさ。うん、やっていくとかってやっぱ必要なのかなみたいな感じがします。まあでもそれは人の一般人の目から見ればマジ吉ですからね。でもマジ吉が一人くらいないとやっぱりジャンル、そうなんですよ、マジ吉がコンテンツを作っていく理論を俺は提唱してますからね。マジ吉に振り回される方は大変なんですけど。あ、逆にさ、今さ、田中真紀子はさ、はい、これ、ね、言う気なかったですけど、はい、大学を認可するしませんとか言ったらば、みんなの抵抗やって認可しますとかだったっていうのがありましたけど、はい、いやあれはね、僕ね、官僚制の資質、あの特徴がよく現れると思ったんだよ。つまり官僚というのはマジ吉と大臣を支えるためにいるんだなとか思いました。ああ、そうですね。マジ吉がうまくいって、官僚がそれに、あの、従うことによって良くなることもあるし、うん、あまりひどすぎたら全力で抑えることによってうまくいくこともあるのかな、みたいな。まあそうですね。マジ吉がね、その常にいい方向に働く、むしろ悪い方向に働くからこそマジ吉なわけであって。はい、マジ吉は基本的に害毒です。だから、一個のマジ吉の、こう、結果的な異業に対して、千のマジ吉の悪行が横たわっているわけですからね、そこには。そのリスクはもう受け入れざるを得ないですよ。でもまあ、リスクを取った人が歴史に残るんだね。そうですね。まあ、そんな感じなんで、そんな感じです、激辛さん。はい。じゃあ、すげえ今日は延長しちゃったけど、これでいいですか、デビンシー。はい、じゃあ、普通歌のコーナーでした。でした。エンディング村上くん。何でしょうか？ iPhone 5買ったらしいじゃないの。え？何それ。よくわかんないんだけど。あ、ちょっとすいません。釈明しとくん忘れました。あの、夢占いは、伸びたのと、ちょっと今日は気分じゃないなってことで、省略させていただきました。もうエンディングです。今日は1時間20分もうやりましたから。うん、しかも今週はプリケツの話もあるんで。そうだよ、2時間20分だよ。ええ、行きますよ、今日は。はい。で、ちょっと、村上くん。どうしたどうした。イーボの同盟を破棄して。いやいや、イーボいますよ。イーボ？イーボ、イーボだお。イーボいるお。マジで？今日もマイマックスしてるお。あれ？じゃあ、2台持ったってことですか？そうね、スマートフォン2台持っちゃいましたよ。iPhone5 とイーボと、で、ガラケーもあるんですか？いや、ガラケーはなくなったんですよ。消え去った。その代わり、僕、ウィルコムを契約したんで、
なんか今4台くらいありまして。おい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 、そんなに君は聖徳太子のように複数の人から着信が来て全部見聞きするのかね。いやもはや僕も一体どんだけ電話番号があるのか分かんなかったまあ釈明じゃないですけど iPhone5 を買った経緯を言いますと、はい、実は先週かな、いやーほんとね、聞くも涙な話があってさ、はい、まあ某ラジオとか聞いてほしいんですけど、ちょっと人が電話買い替えた理由で聞く涙できるかなこれ。いやいや、あるある、自信がない。はい、ガラケーをねなくしたんですよ、はい、簡単に言うと、はい、それ理由だったんですけど、はいはい、それなくしたらなくしたんじゃなくて、ちょっと悪人に拾われちゃってね、はあ、でそいつになんかメールとか電話とかでスパムとか脅迫みたいなもの巻き出されちゃって、でもちろん超速で電話も止めたし、警察とかにも超速で相談したりしたんですけど、うん、まあ、結構実害が出たんですよ。そうやって要は村上くんの電話を使って村上くんのメールアドレスとかを変なサイトに登録しまくったりしたってこと。まあそういうことです、はっきり言って。へえ、大変もう怒り心頭だったし、もうひどいもんでしたね。もうすぐ母親とかに電話して、もし電話が来たとしてもそれは俺ではないみたいな、俺俺詐欺のこう警鐘を鳴らすみたいな世界でしたよ。へえ、とかだったんで、まあ止めたんですよ。うん、でもう気持ち悪いなと、もうこの番号も使えなくないなと。そりゃそうですよね。携帯も未だに届いてません。あ、ちなみにこの話言っとくと、警察行ったんですけど、被害届出せなくて、うん、出せない理由は、ちょっと名誉毀損の要件が満たせないんで、残念ながら被害届あるみたいな感じだって。名誉毀損っていうか、不正アクセス防止法とか。いや、ほんとそうだよね。にはならないのか。いやー、まあ僕もガラケーだったっていう油断もあってさ、あんまりこう、パスワードとかのロックもかけてなかったから、うん、まあそれは、まあ不注意っちゃ不注意で、あ、そう、不注意っちゃ不注意でね、今日パスワードの話がありましたけど、その後は全部にかけて、全部のパスワードも変えましたね、さすがに。ああ、なるほど。とかなんでね、本当あの、いやだから最近のあの乗っ取りウイルスとかの話とかも本当許せないって感じなんですよ。ああ。本当一言じゃ全くなくて、うん、あ、そんな涙が走ったんで、これは某僕やってるゴーストテラスとかの方、いうラジオの方聞くと、もっとキレながら喋ってます。ああ、もう皆さんぜひ聞いてください、この村上くんのキレを。でね、で、これから、はい。で、たまたまね、11月が僕解約好きだったんですよ。うん。でまあ解約してもいいなと思ったんだけど、うん、まあ解約するんだったらせっかくだし MNP で iPhone にしようかなと思ってそれで変えたんですよ、はっきり。MNP やったら番号維持されるんじゃない？そう、維持されたんですよ。で、維持されてんで、まあ、あまり変なの来るんだったら変えようかなくらいの気持ちでいます。まあメールアドレスは一致しないだろうしね。メールアドレスはね、AU、実は AU で EVO だから、こっちで基本的に使ってたので、問題もないんですけどね。まあ、ただ別に携帯の電話番号自体は、キャリア変えた後、まあ、すぐ変えることもできるんで、まあ、あまり生理的な嫌悪感があるんだったら変えようかなとは思ってるんですけども。なるほど。iPhone5 になって帰ってきました。なるほどね。いやー、でも iPhone5 が来たことによって何が変わったというよりかは、むしろ EVO の可能性とかを調べてたよ、僕は今日。うん。例えば auWi-Fi スポットとかあるじゃないですか。うん。僕実はこの方、一回も使ったことなくてさ、ほう。それと今日になってダウンロードしてインストールとかしてました、ね。あ、俺も使ったことないですね。いや、なんかよくあるじゃん、喫茶店とか行くとソフトバンクスポットありますみたいな。わあ、一切使ったことないな。まあセキュリティの問題とかもあるかもしれないからよくわかんないんですが、うん、今日そのまあソフトバンク、あの iPhone と併用するにあたって少しこういろいろ確認し直してみようとなった時に、うん、まあなんでしょうね、今日何の機能を切って何のサービスを残そうかみたいなことをずっとやってたんだよね、実は。不毛やな。いや、不満だったけどね。うん、まあ、まあ、EVO はね、おかげさまで、まだ健全に動いてます。なるほど。俺なんかね、もう EVO はね、あのね、特定の領域に行くと再起動しまくるっていう症状が出てきて。え、それはなんか寿命じゃないですか。いやー、あれはね、多分電波が入らないと再思考を繰り返してんで、そこになんか落ちる要因があるような気がするね。電波が入らなくて、Wi-Fi テザリングやってると、なんか電波が切り替わるタイミングでバン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 変わるよね。具体的に言うと、あるスロットあの3階にいると再起動しまくるんですよ。それでそこになんか悪霊とかいるんだよ。いやー。だからね、変えたいんやけど、充電の問題がね、やっぱあって、充電をこうね、どうせ持たないでしょ。EVO ね。EVO というか iPhone も。iPhone はまあ、
僕そんな荷重にまだ使ってませんけど、でも持ってる方だね。うーん、サリングしたいからね、電力そんなに使ってないっていうものがあるんだけど、うん、まあ iPhone いいですね。なんか蓄電池付きのカバーが出てほしいんですけど、どうやらね、今出てるやつが見つけたんですけど、 iPhone5 のね、はい、ただなんかそれは同時充電できないとか、その iPhone5 とつまり つけたまんま充電してもどっちかしか充電されないとかっていうのがあって、俺はちょっといやそれじゃあな意味ないなと思って、僕はまあさっきのような事情もあったので何も考えずに iPhone5 にしたんですけど、うん、まあ、確かに充電器の端子も変わったし、うん、なんだシルバーライトじゃなくてサンダーボルトじゃなくて、なんかそんな感じの規格があったよね。変わってるし、だからそのちょっと違う、いい周辺機器があればねいいんですけどね。その蓄電池付きカバーを切望する、まあちょっと僕もまあ iPhone5 本当に買ってしまったので、うん、まあこれからちまちまレポートしていこうかなと思います。そうですね、それはねもう俺の道を開拓していく感じで村上君にいろいろ聞きながら俺は決断しようと思います。僕ちなみに今回はその au からの MNP だったんでソフトバンク買ったんですよね。うん、とは au にしようかなと思ったんですけど、 MNP はねもう au のオペレーターに散々抵抗されて大変でしたよ。12分くらい拘束されたね。マジで本当本当。 au の方がサービスとかもいいんですけどよろしいですか、よろしいですみたいな、長くなってんねや。俺も一回それやったけどさ、はい、そのソフトバンクの iPhone から au の EVO にするときやりましたけど、結構あっさりでしたよ。今はもう、すごい引き止められんねや。いやいやいや、それね、あまりも長かったんで、うん、携帯屋の店員に、いや、電話終わりましたけど、この長いもんなんですか？オペレーターさんによるようですあるね、みたいな感じだったよ。よるようですあるね。いや、中国人の店員だったんで。へぇ。まあ、らしいからね、人によっては違うと思います。早い方が良かったけどね。LTE 会長です、僕の環境では。高速回線ですよね。はい、高速回線です。うん、まあ、スピード自体はね、YMAX と同じくらいだったけどね。うん、ただ、よく入るね、やっぱ都市部だと。うん、都市部のソフトバンクは、いいなと思いました。地方だと au の方が強いのかなって感じがします。まあでも制限あるでしょ、いくら早くても。転送量制限。うん、早くてもあんまり意味ない気がすんな。制限が低いと。まあ確かに7ギガってね、僕、ドロップボックスにぶち込んだ自炊本とかを会長にグッドリーダーとかで読んでるんですけど、じゃあ読書では iPhone5 のこのレティーナディスプレイの方が圧倒的に見やすいね。うん、画面自体は EVO よりも一回り小さくなって、細くなってるんですけど、うん、すごいくっきりして美しいなと思いますね。いいね。iPad 2僕持ってるんですけど、うん、iPad 2ってレティーナじゃないじゃないですか。レティーナって何ですか？まあ、画面の形式ですよね。すごく使ったんですよ。新しい規格によって。iPad 3以降導入されたんですけど。うん、で、まあ別に iPad 2に何の文句もなかったから、まあ大したことなかろうくらいの高く食ってたんですけど、うん、比べてみたら全然違うね、やっぱり。はぁ。あります。まあ魅力はあるけどね、もう周辺機器やな、一点は。俺の。まあまあまあ、ゆっくり少し、正直さ、初期の段階だとキャリアの方もさ、うん、課金スキームとかの混乱とかによっていろいろめんどくさかったじゃないですか。うん、正直、テザリングがソフトバンクは1月から始まるから、うん、そこにまたいろいろブレるのかもしれないし、うん、まあ、どうしても新しいものが欲しいんだっていう場合でないんだったらば、ゆっくり様子見は賢い戦略だと思いますけどね。なるほど。はい。まあ、そうさせていただきます。iPhone5 僕もまあいろいろ模索していきたいと思います。なんかね、一応もう一つ情報を追加しとくと、うん、まあ、携帯で即変えたんですよ。うん、iPhone5 品薄という話もあったりしたんですけど、うんうん、ただし変えた代わりに 64GB だったんですよ。多い方ですか？多いです。16、32、64で、だって月額料金で合わせると16が0、32が400円くらい、64が800円くらいの差になるんですね。うん、でまあ僕いろいろ思うところがあったので、容量多い方がいいから32ギガ以上っていうのを心に決めてたので、うん、そんなに当初の想定とずれてる方じゃないんですけども、なるほど、まあ、すぐ欲しい人の場合は、そこはネックになるかもしれないので注意です。64でいいって人はすぐ買えるし、あと au の方が品揃え今いいんですよ。出てるのが。うん、au だったら12、16、32、64大体買えます。うん、皆さんぜひ新宿のドバシカメラとかに行ってください。なるほど。僕は高田馬場で買いましたけど。ああ。高田馬場で買いました。
そして、話題が変わりまして、私、来週ね、掃除オフやるんですよ。掃除オフ、かなりこう集まってきてるみたいじゃないですか。いやー、俺の家を掃除しようという、なんという俺得なオフかと思われるかもしれないんですけど、まあ、まさに俺得なオフなんですけど、うん、来週にいよいよね、X デーが。X デーいつですか？17日です。エヴァの日ですね。エヴァの日じゃないですか。うん。になんか掃除を。で、なんかね、5、6人、もうすでにね、なんか名乗りを上げてるくれてる方がいて。いや、5、6人いたらね、3時間で終わるでしょ。なんでね、まぁ、あ、ちょっとね、来週まで、だからもう俺それをね、なんか、完全に高をくくっていて、もう家の中、さらに汚し放題みたいな。ひどいことになってますけど、まあでもその日ね、まあ誰にも言ってないというか、はい、提案はしてないですけど、俺んちでまあ鍋でもやって、で、まあ材料代は全部俺持ちっていうパターンで、先週言ったかな？どうだったかな？うん。まあ誰にもまだそういう風にしようかなと思ってるとは言ってないんやけど、その参加者に。まあまあ、ねぎらうって感じです。まあそれでねぎらって、ダチンじゃないけど、見返りとさせてもらうと。で、まあ、首謀者の人には、配信用のボットを作ってあげるっていう、プログラミングで作ってあげるっていう、まあ、特典も用意しようかなと思ってるんですけど。なんか、ギャランティーではないけど、うん、すごい特典ではあるんじゃないですか。そうなんですよ。それで、こう、ちょっと、納得していただこうかなと。欲しいよ、それ、ね。みんな欲しいでしょ。レボット私も欲しいみたいな感じなんじゃないまあ、望まれるままの機能はつけようかなと思ってますけど。素晴らしいですね。うん、いやいや、掃除オフのね、展開とか、レポートも楽しみにしております。なんで、来週さ、収録、まあ、ここでも言っちゃうけど、まあでも、第一候補が金曜日なのね、我々。来週からは。はい、金曜なんです。金曜で大丈夫ですか、来週。僕は金曜大丈夫です。なるほど。じゃあ金曜にしましょう。はい。なんで、まあ土曜日が第二候補だったんで、これ二人とも無理ですよね。エヴァ。片やエヴァ。片や掃除ですから。土曜は無理と。うん。じゃあ金曜日は、こう湧き立つ僕の姿とかが見れるとかって感じですか？そうですね。湧き立つ前夜祭ですね。前夜祭ですね。掃除前夜祭、エヴァ前夜祭みたいな。そうですね。だから、皆さん、まあでもこれを、公というか、この収録内で言う意味はあって、お便りの締め切りが変わりますよね。ああ、変わります、変わります。だから、結構今日もね、実はもう読んだメール多いんですけど、うん、収録中にやってきたメールもあってですね。ああ、マジか。これね、まあ、そうだよ。だから、もう来週の確約、この収録のタイミングにしようぜ。じゃあ、何日、何月何日の何時から収録っていうのが確定するんで、みんながのお便りの締め切りもおのずとそこになるので。まあ、だから金曜日の12時とか、昼12時とかまでに来てるメールは、間違いなく見れます。そうですね。まあ、収録が9時からってなってるんで、俺も。はい。9時から、9時までですかね。真の締め切りは。僕のレジュメに乗るかどうかは、まあ、ボーダーですけど。ああ、まあ、そうかそうか。村上くんの、そうか。お便りの選別もあるんや。そうです。だから、早い方がもちろん有利。そうですね。ギリギリは、まあ、別にギリギリでも翌週読むんで。そうですね。ないですけど。うん。まあ、もし乗りたいんだったらば、ちょっと余裕を持ってくれるとありがたいかなと思います。来週は、金曜の9時ですけど、村上くんがお便り用意する時間があるんで、まあ、昼ぐらいまでですかね。昼、まあね、そうだね。まあ、夕方でもいいけど、まあ、とにかく早い方がいいっていうのは、相対的優位があるってことは間違いないです。そうか、お便りの選別作業、村上くんはどのタイミングにするか見んやから。そうなんですよ。まあ、直前にやるかもしれないけど、直前にやんなかった場合は漏れるってことだ。なるべく、なるはやですね。なるはや。まあ、別に無理しなくてもいいです。普通のタイミングでくれたら。メールに命をかけた人もいるかもしれませんけどね。はい。はい。というところですかね。じゃあ、この後につけようかな、プリフェストの会話は。いやー、今週はコンテンツ集のね、強い会でしたね。そういう時はね、うん、こう、撮ってる我々もね、なんか充実感があるんですよ。そうなんですよ。今日ね、結構喋ってて充実感ありましたね。いや、 やっぱりいいものはいいんですよ。人を良くするんですよね、やっぱりね。うん。んで、俺もいよいよ、そろそろ、アウラ。アウラ小説です。読み、行きましょうかね。アウラって俺前貸したよ。そうなんですけど、俺持ってたことに気づいたんで。そうか、読まずに返したって感じ。そうそうそう。で、俺は自分の手元にあるやつを今度、読ませていただいて。じっくりと。アウラはちょうど今、京アニでなんかなんだっけ、中二病の、
中二病でも恋がしたいってアニメありましたけど、うん、まあ、ああいうのとのこう構成とかもあるんで、結構、内容的にホットなコンテンツかなと思いますね。なるほど。皆さんもぜひ読んでみてください。はい。というところですかね、今週は。はい。はい、じゃあ、この後は、プリケツとの会話が続きますが、お化けゴーストは、第75回、この辺でお開き、レミンでした。村上雄一でした。また来週。あれ以上にどうやって話つくんだろうと。そうだな、うん、でも俺ちょっと結構あの予告を見ながら、うん、げんなりしていってたんで、へえ、なんかマウカの声があったよね、うん、出てくるってことやん、またうん多分、うん、出てきたらあかんやろ、もう概念になったんやから。確かにやろ、うん、でもなんか概念になったけどまだやっぱり取り出す方法あったんやみたいな、ああそうになったらなんか興ざめやなと思って。確かにね、あのままで行くべきやわ、うん、行くべきっていうか、あったらなんかまだ完全ではなかったってことやんか、うん、願いは元に戻る可能性あるってことや。だって動きなくなったらルールも元に戻るでしょ、多分それにちょっとげんなりしてたな。ああ。基本的に続編って無理やと思う、いろんな作品で、うん、割と無理くりで、うん、なんか別のところが良かったりしてちょっと評価されるとか、うん、だと思うんだよね、続編って。続編か、もともとそういう作りになってる。あ、はい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 。あのメインブラックって映画みたいなのを書いてる、3。ワン、ツー知らんねんけど、似たような感じらしくて、うん、なんかこう、まあ分からん、見たことないやつにも分かるように一応作られてて、その、なんか要は、もうあれも結構ループものよ。はい、ルーツものの概念が3で導入されたのか分からんけど、要はなんかこう、閉じ込められたと、あの多分前の作品で、宇宙刑務所みたいなところに怪物が捕らえられて、はみ出だし、寝だしみたいに思ったんやけど、そいつがまた脱走するって話で、割とそれって作られて、なんかもう、次回を見越して、そいつだって別にそれで、ハッピーエンドって正義はなってるけど、出てくる可能性は予見できた。だから、なんかこう、また出てきて、あるいはまた新たな怪物が出てきて、そいつをどうするっていうのはあるけど、アドマギとかは、あれでも、未来永劫、平和になるはず。落ち着いてるからな。そうやって、よく考えたら、今思いついたけど、ドラクエとかでも、魔王を倒して平和だったはずなのに、その続きでまだ魔王出てきてるやんって話やん。ああ、まあでも、それは3の話があるやん。ドラクエ3って、なんだっけ。あれは、時系列的には、1の前に3だよね。ああ、なんかそういう話やろね。そう。ドラクエ3の勇者の剣かなんかが、勇者がロトだったはず。うん、で、
なんか、ワンはロトの優勝とか何だったかだった気がする。あんまり覚えてないけど。そうなんです。だから初めにドラクエ1、2、3ってやってた人は結構衝撃が走った。さっきの王様の話みたいな。なんだ、先に時系列的な後のところを見せるっていうのは結構人に色、うん、いい効果がある。そう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 。まさにそうだもん。そうそうそう。そうそうそう。本は。あの、スターウォーズもそうだね。スターウォーズ見てない。見てない。結構映画全然見てないから。スターウォーズは、まあ、カリスマの話と、あれは、映画でやったのはエピソード1、2、3、4、5、6なんだけど、大昔やったのは4、5、6ね。うん、で、まあ、2000年ぐらいから1、2、3をやった。うん、で、ストーリーとしては、ジェダイっていう、まあ、超能力者というか、念能力者みたいな人たちがいて、うん、で、エピソード4で、その宇宙の帝国軍っていうのが支配してるんだけど、まあ、それに対抗する反乱軍っていうのがいて、うん、で主人公はジェダイ で、まあ、反乱軍の中から認められて、まあ、その中で活躍していくみたいなストーリーだね。で、帝国軍の方で、まあ、親玉みたいなのはダース・ベイダーってよく あれがいて、うん、でなんかまあ、なんやかんやってるうちに、うん、ダース・ベイダーが主人公の親父だってことが分かるわけね。そうなんや。そうそうそう。はい。で、まあ、そのダース・ベイダーの死んだ皇帝っていう、もっと悪いやつがいいんだけど、うん、まあ、そういう話なんです、4、5、6は。で、1、2、3は何かっていうと、もともと親父はすげえ才能あるジェダイだったの。うん、エピソード1の時点で、うん、それからどんどん少しずつ暗黒面に近づいていって、次でなぜダース・ベイダーになったのかっていうのが理由が明かされるっていう、はい、そういう結構時系列人が結構いいかもね。話をさ、順序列を作ってたとして、こことここをこう入れ替えたら面白いかもなみたいなことを考えるといいかもしれない、うん、作り終わった後に、うん、初めから考えるの結構むずい気がする。なるほどね。まあ、よくできた話であるもん。あ、でもそのスターウォーズもそうなんだけど、うん、そのアナキン・スカイウォーカーってね、あ、アナキン・スカイウォーカーその親父なんだけど、うん、そのダース・ベイダーの本名がアナキン・スカイウォーカーって言って、なんでアナキンがダークサイドになったかっていうと、ジェダイって予知夢とか見んのね、うん、で、エピソード3かなんかで自分の嫁が死ぬ夢を見るの、うん、でアナキンはそれで心を痛めて、はい、で、まあ、弱っていくときに、うん、その皇帝にそこの出されてダークサイドに行ったんだけど、その、なんていうの、嫁を救う方法があるよって言われたんだよ、うん、皇帝に、うん、で、じゃあそれならダークサイドになるよみたいな感じになっちゃうわけ、うん、で、ダークサイド持ってた後、嫁がそれに気づいて問い詰めるわけね、はい、で、アナキンはそれを、まあ、もうムカついてそれで殺してしまう、うん、ダークサイドを嫁を助けるためにダークサイドの力を手に入れたのに、その力で嫁を殺してしまうみたいな話で、うん、あ、窓紛もそうでしょ、うん、なんかそのさっき言ったデビルマンみたいな、はい、悪魔の力で悪魔を戦うみたい な、うん、なんかこう本末転倒みたいなの結構グッとくるんだと思う。あ、さやかちゃんな、うん、あれさやかちゃんはね、結構俺好きだわ。あれあるとね、かなりグッとくるものあるよ、うん、結構納得いかなくなって、うん、なんかちょっと綺麗に終わらせる風だったけど、普通納得いかないよね、うん、収まりつかないじゃん、うん、ちょっぴり悔しいけどとかそんなこと言ったけど、そんなんじゃ収まらないでしょ。命かけてちょっぴり悔しいってすげえよ。そうだな、一番効かないけどね。さやかちゃん一番ひどいね。京子も結構かわいそうだったよね、うん、ま、あの救われた人一人もいないから、いない、まあ、ロブスそういうの大好きだな、ロブスの現実はね、シナリオ、あ、そうなんですか、ニトロプラスのシナリオライター、あー、サヤの歌とか、あー、はい、あの人はシナリオ、あれ、サヤの歌はね、これ嫌なところがあって、サヤの歌の一つ目のバックエンドがいいと思うね、うん、あの主人公が正気になって、で、
まあ、その直接見てしまうと自分が聞いてしまうとかその辺を考慮して、まあ、合わないでこうみたいな感じなんですけど、あれは結構いいと思う、うん、だけど最後の、こいつは怪物だからガンガンやれるんだみたいなことをサヤの前で平気で言うわけ、うん、怪物だからやれるってことは、つまり君正常だったらサヤもガンガンやれるってことだよ、ね、ってことは順調でも何でもなくて、ただ頭おかしいがゆえにその人から選ばざるを得なかっただけの話じゃん。じゃあ順調じゃないよね。なるほどね、うん、っていうのが気になった。だから最後は見逃った。ああ、なるほど、すげえ納得いくな、うん、あと今日見てて思ったんだけど、あの京子がさ、さやかにさ突っ込まれたじゃん、それってリンゴどうしたのって、うん、あ言われたでしょ。で、あの京子、さやかの死体をホテルに置いてて、うん、でなんか飯食ってたじゃん、一瞬さその食ってた品物のシーンパッと出たのね、うん、その時に気づいたんだけど、あれ袋にちゃんと入ったの、うん、だからちゃんと買ったものだ。あ、そうだね、うん、あすげえと思う、一瞬だけど、あ、なるほどって。ああ。で、これ気づいたらちょっと嬉しいじゃん。ああ。そういうことだな。袋に入ってるってことそういうことだよね。まあ、リンゴもどうなのか分かんないけど、リンゴは多分売ってるのもあれだけど、レジで買ったものとかもちゃんと袋入ってるのは、もう買ったものってことだから、なるほどと思って。うん。でも、なんでそれじゃあ言わんかったの？それは、その今俺がこうやってこう息揚々と喋ってなくて、うん、そのためでしょ。でもあの先院内じゃ何の意味もないって。いや、あるある。だから京子が少し反省してるんだよというか、さやかのことを思ってるんだよみたいな描写が、そういうなんていうか暗示的に込められてるわけでしょ。いや、でもリンゴの運の時は袋に入ってたよ。あれ袋入ったけど、あれも盗んだものだけど、例えばあのリンゴは微妙じゃん。例えば束売りになってて、うん、その辺の店先に置いちゃってそれを取ってきたとかだったら全然あり得るでしょ、うん、だけどレジの袋っていうのは店員含まれて基本的にないはずです、うん、だからそういうところかなと思って。ああ、なるほどね、うん、あのリンゴの時点ではまだパクってた。パクってた。パクってたから言えないんだねって言われて、ああ、言葉一番ダメでしょ。その後は買い始めた。そう、買い始めた。どうやってこれ隠れたの？それすらも。それは分からないの？それは分かんないけど、まあ、どうにかされる。ないはずはないからね。だって、あいつたち家あるだろうし、家賃払ってもらって。確かに、彼女たちの経済事情はどうなったのか気になるよね。うん。まあ、マグカは明白やし。うん、ホムラーはパクってんやろな。ってあらジュースとか余裕でパクってんの。なんかマミさんも、マミさんのすんげーいとこ住んでるじゃん、うん、てかあれ全員いいとこ住んでる。でかいでかい。ここがね、びっくりするほどいいとこやな。あんなあんな岡村隆史とかが住んでる。岡村隆史も住んでへんもん。そうだな。いやでもね、俺結構涙流してたよ今日は。あ、本当。ああ。あ、そう。全体的に良かったけど、1回目見た時の衝撃より和らいだ。そりゃそうや。まあ、そうそうだ。でもあの名シーンあったじゃないですか、死ぬしかないじゃないですか。死ぬしかない。あのマミがホムラを縛ってで、あんこちゃん打ってで、パリッと打って死ぬしかないじゃないって、マドカがやるとか言って、うん、 はい、あれは割とニコニコでネタになってて、あの死ぬしかないじゃないが、うん、あのピエッのシーンの反則なのに、めっちゃなんかへんてこにマットにされてる流れがあって、も俺もそれを見すぎてもう感動できないなと思ってたの、このシーンで。でも今日感動したね。あ、ちょっと俺最初にあのひぐっとか言ってるところはちょっと笑うと思ったね。それのせいで。でももうその、いやでも笑いながら泣いてたね。俺あそこはでも説明臭いと俺は思ったんです。最後のラストのシーンと少し似てるものがあって、うん、今日まさに中の休憩の時に言った話だったんです、うん、なんで魔女になるってことを
小村はネタバレしなかったの、うん、あれはネタバレすると殺し合い始まるから、うん、っていう、いや要するに信じてもらえなかったかみたいなくて、本当の理由はネタバレすると殺し合い始まるから、うん、魔女になる、ああ波みたいになっちゃう、そうそうそう、うん、だそういうことが起きかねないから、うん、っていうことなんだよ、うん、マミが自殺したりとかあり得るわけです、うん、そういうことがあったら言えないっていう感じなんじゃないか、でそれを説明するためにああしたんじゃないか、さすがにこう考えたらできないと思って、むっちゃありすぎだろ、少し話したってからやるよマミさんって思う、うん、まあ、ネタバレしたんやじゃあ、うん、あの時ネタバレしたからパンパン、ネタバレしたので、ネタバレした直後ではなくて知ってた世界でああなっちゃったと、そうそうそう、だからもう今後しないでおこう、そうしないでおこう、まあ同じことやったら大体同じことするやろうからな、うん、そう、あの例があれば、うん、こいつはこうするっていう、そうそう、あとマドカも気になったのは、あの小村君は3回目か2回目ぐらいの時にマドカの頭バンって打つでしょ、打つね、あれ打つ前に時間戻せばいいだと思うけど、ああ打つ必要あったか、いや俺もそれ考えちゃうよ、なんかそのちょっと世界1日ぐらいで過ごしてみて、あ、ダメだなと思ったらもう一回動き戻すとか、普通にやればいいんじゃないかと、うん、タイムリープね、うん、あのこれダメだ、だからなんかこう、あの、なんやろ、あのウィザードリーみたいなゲームでこうキャラメイクするときに何ポイントっていうのがランダムだった場合、こうできるだけ高いのでこうリセットしまくるよ、うん、あれみたいな感じでいい状況になるまでリセットしまくればいい、うん、そう思ったんやけどね、あれ能力こうポンと発動したら戻れるわけやから、日暮らしも似たような感じじゃないですか、あそうだ、日暮らしは死ななあかんやん自分は、ああそうだ、だからちょっと嫌やん、なんかやってみようってあるやん、その自分の意思で戻れるわけじゃないですか、うん、だから日暮らしはまあいいですけど、なんか確かに本村はすっと戻りゃいいのに、そうそう、あれ殺す必要ないよ、うん、やってみたかったんかな、それはなんかおかしいやろ、おかしい、いや撃たれる方もえって思う、うん、え、なんで撃つのって思う、うん、え、戻ればよくねって思うよ、うん、思うでしょ、うん、タイムトラベラー前にして、うん、いきなりこうやってバーってやられたって、うん、ちょっと次行ってよみたいな今の俺はもうちょっといいからでもその時のマドカの気持ちとしてはもうこの世界もクソもホムラがタイムリープするっていうのもまあ別に確証はないわけし、あこれが全てやったとしたらとりあえず今の危機を回避するためにやってくれって頼まれたからやった、ああまあそれなら OK、 だからホムラが振り切るべきやったんだよ、でもなんかマドカの気持ちを鑑みるとやっといた方がいいっていう、こう自分で勝手に理屈を作って、うん、あれの行動を肯定してしまう力があるね、マルマギには。エヴァとかそういう感じだと思うんですよ、エヴァも、うん。結構仲間殺すに熱いのかもね、うん。仲間とか友達とか殺すの結構ありだと思うわ、うん。あのスターウォーズもアナキンがその嫁殺すって結構グッときたわ、うん。作り方として。作り方として。仲間殺すのありだわ。うん、まあ、なんかこう完全懲悪が一番最初に流行って、うん、でこう完全懲悪じゃないなんかこうそうとは割り切れないのがちょっと流行って、うん、でまた一周して完全懲悪なんだけど誰が敵で誰が味方か分かんないっていうのがのに、プラデンシフトしたような気持ち、ああ完全に最初から全然懲悪で、もう完全に善と悪に分かれて、いい色もので、で、次になんかこう、そういうのがなくて、垣根がなくて、なんか、だから、なんていうの、戦闘ものじゃない感じに、例えばね、やつが、ハンターハンターは完全に懲悪、ハンターハンターもそうか、ハンターハンターって、個人個人で、あのそれぞれ目的が違って、うん、利害が一致したりしなかったりしまくりじゃん、うん、でもそれってだから2サイドがあるわけじゃないか、日本じゃないなくてポンポンと点があってそうそうたまに合うみたいな、そうそうそう感じやん、それもまた一周があって善と悪に分かれて
誰が全誰が悪かをすっごい入れ替わりやすいんだよな。ああ、デビルモン。デビルモンっていうか、ターミネーターとかデビルモンみたいな。が今、でも末期的に。あ、でも確かに、あんなに簡単に、あの綺麗に仲間を殺すストーリー作れるのもまだ負けだよね。あの、サイカちゃんを殺すこともできるわけだし。いいよね。味方だったやつが、ゾンビものですかい。あの、バイオハザードとか。あ、はいはい。完全勝負で言うと、あの俺ルパンが結構嫌いで、嫌い、あのあれって敵キャラに全く魅力ないんです。敵キャラっていうのはどっちを？ルパンの敵。ルパンの敵。ルパンの敵はもう魅力がない。あのクソばクソのカスが頭も悪いし、人生もないみたいなやつばっかりで、まあ、ただそれは大衆向けの作品だから。完全調査の分かりやすくて、ルパン事件かっけーみたいな話ができればとりあえずいいみたいな作り方なんだけど、あそこを敵キャラ魅力にしたらもうちょっとルパン好きになれる気がするね。盛り込みすぎなのかな。映画って短いわな、よく考えると。うん、なんか、あれ日本見たけど我々、うん、どう、うん、そのお願いします。本見たけど、言うても2時間2時間4時間アニメ8話分、8話分もうちょっとあるか、20分24分、アニメが24分、だいたい CM 覗いたら、CM とオープニングとかエンディング覗いたらだいたい24分ぐらい、24分ってことは6分はマシだから、でそれで割れば6時間をそれで4時間をそれで割れば240割る24分、10話分かちょうど、ちょっと短い、あのアニメに比べると、言うて語れることは限られてるというか、8話でアニメだってワンクール絶対13話ぐらいはあるわけ、なんかこう映画ってすごい時間少ないなって感じ。あとアニメの場合、セリフってあんまり早く喋らせすぎると聞き取れないから、詰め込みにくい。で小説とかだったら結構、小説と漫画の時間の潰し方の差というか、あの漫画ってすぐ読み終わっちゃう、ガムみたいなもんで、あのちょっと下げてみたいな。小説は結構読むの時間かかるから、いろいろ詰められる感じはするけど、てか、あれは結構なギャルゲーとかさ、あの、シャインズゲートもそうだけど、あれ結構長いよ。長い。いや、普通に平気でプレイ時間40時間とかいくかな。長い。40時間とか、お前アニメに関わったら80だとか。長い。なんとなくヒントは、仲間殺すといいな。仲間殺すとか、裏切るとかも結構いいと思うんだよな。見殺しにするとか。ほら、何回ぐらいループしたのかな。わかんない。だってさ、あの、肉体的に、あの、ほんまに入院目覚めた退院直前の状態に戻ったらずっと息切れてるはずやのに、結構あの肉体的にしっかりしてきたんや。なんかだって、あの走り回っまくって、なんかボーンとか打ちまくってた。あれができるぐらいってことは、こう体スタミナとかももう少ししてると思う。いや、あれはなんか魔力によって、魔力かと思った。でも最初は魔力の使い方が下手だった。そういうことかなと思ったけど、年取ってないのかじゃあ。どうしたことないんだよ、肉体が。なるほどね。無理に腰つけるところがある。いや、年取ってたんやったらもうなんかすげえ30代とかになっててもおかしくないんじゃないかと。あの、リカちゃん、リカちゃんみたいな。そう肉体的にも、肉体的にもマルチでブーストされてないから、まあいいけど、あれもちょっと弱いよな。あのタイムリープしまくったから、インガの線がとか言ってたけど、
束ねるとか意味わかんない、うん、あの辺ちょっと曖昧よ、なんか勢いでごまかしたそれがさらっとさらっと進めたりは、うん、結構そういうこと言ったことする、うん、だってインカがどうのこうのって言ったらあのあんこちゃんとか、いや、うん、それはあんま大したストーリーに関係ないけど、あいつが死んでも死ななくてもコブラの動きは変わんないけど、うん、マドカの一趣味とか、まあ、あれによって結構変えたりするわけだから、ただそこに因果があったりなかったりするんじゃないの。それやったら因果の量で魔力が決まるとか確かにキュウリも言ってたけど、じゃあまるで国王とかの方が良くて思春期の女の子とかどうでもよくない、まあ、どうでもはい、だけどあれはマドカはなぜかめっちゃ魔力あるって分かったからキュウリで周りを攻めてたんじゃないっていうか、あのホムラちゃんの方が魔力あると思うんだけど、自分やしな、自分だけど、まあ、因果で言うとだってマドカはエキシリより前にホムラのエキシリにも関わってるしな、努力できるかどうか、うん、ホムラの方が最悪の魔力なんじゃない。でも全国でもやっぱり少女やったやん、あのマドカがパーンって打った時にいろんな各地にいてたの全部少女やったから少女ばっかりやった。第二成長期の少女ですよ、肉体的に女だけど少女みたいな、うん、でもそれより国王とかの方がすごくない、因果率より。おっさんとかって、うん、だからおっさんはそんなに思い詰めないんじゃないの。でも因果が集中してればいいわけでしょ。いや、じゃなくて、かつなんかこう感情のエネルギーがあるというか、感情のエネルギーがあるのはおっさんだ。単にマドカすごいんじゃない、別に因果が集中してるとかじゃなくて、だってそうじゃないと。いや、そこはなんか掛け算的な感じじゃない。点数2つ、因果と感情、ああおっさんは感情ないって。おー、むしろおっさんでもいいんだけど感情ねえから。それはでもなんか政治家全員がクズっていうのをそうじゃない政治家だったらいいんじゃないか。いいんじゃない、なんか希望に湧いてるこうキラキラしたような政治家だったらいいんじゃない。教師になったばっかの体育教師。あ、そう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 、やったらいい。あの体育教師、体育教師なんだよ、全員クソなんだろうね。クソに なるんやろ。最初はいい先生おったよ、俺も中学で。あ、ほんと。だんだんこの3年間で、その中1から中3の3年間で腐っていくのを目の当たりにしたけど。ああ。へ、だんだんこっちの言うことを聞いてくれなくなって。ああ。ね、そうなんだ。体育教師も初めはキレキレしてたんだ。だから、教師になりたての体育教師も、エントロピーを量がする。確かに最終的に現代の魔法少女って言えるかもしれない。体育教師なんかあの結構叱られたけど、お前今理不尽だと思うかって言われて、はいって言ったら、うん、社会に出たらこんなことじゃ済まないから理不尽なことがいっぱいあるぞって言うんだけど、言う言う言う、でも俺あいつより理不尽になったことないの。あいつ一番ひどくてよって嫌なことだって人殴るって結構社会的にやばいよ。社会的にクソだろ、最強って気に入らなかったら殴る。どんだけ捕まんなくていいんだよ。じゃあ慣れないな。慣れないわ、魔法少女。最初の頃は慣れる。最初の頃は慣れる。いやでもほんまよくできてるわ。あ、結構感動したね。やっぱでも大体感動するのはこれあの叫んでるとことか、だからそのマドカバーンって叫んでるとか。ああ、そうだね。そこはでも俺ハテナマークでいっぱいだったから感動できなかったわ。あ、うつきなめうつきとなってなってたわ。よくわからん。ああ、よかったのなんだ。あんま死ぬしかない。いや完全にあの死ぬ直前にギリギリ助けるシーンはいつもいいと思う。あのなんかヒーローの登場の仕方で、うん、ピンチになって登場するは、うん、鉄板だなって。あとあんこちゃんのシーン、うん、一緒にいてやるよシーン。あんこちゃんも俺にちょっと引っかかって、うん、なんでそこまであいつにこだわる、お前そここだわる理由なくねって思ったんですよ。あ、自分に似てたからじゃない。いやだけどそれちょっと
美しく散らしたかった制作者側の意図が見えかけてきたり、あそこで京子死ぬのはようわからんっていうか、うん、別にいいじゃん、普通に倒せよって、うん、そんなに強いのかあいつは、だって才能ないんでしょ、普通のその辺の女の子って、まあまあ大して助けてもないし な, なんか希望さ救った数だけなんか救ったのがおプラマイゼロみたいなこと言ってたやん、うん、今まで救ってきた人数分魔女になるとしても大して救ってないしな、そう大して救ってないだから別にそんな命だけなくて京子ちゃん普通に戦えば勝ったんじゃねえんつうかむしろそもそも小村が2人がかりしたらやれただろう、アルブルビスに行けるかっていうレベルやねんからな、あの彼が組んだら。そう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 。まさかさやかそこまでじゃないやろしな。うん。アルブルビスの謎やでな、あんなすごいのになるやつがどっかにおったんや。うん。正直的に。で、なんか有名になってるはずで、マミさんなんかもう関係なく。なんで、あれは各地転々してるの、アルブルビスにやるわ。そういう雰囲気に。見えるけど、なんか普通に魔女化したやつがすごかったらワルプルギスなんじゃない、なんかサイコちゃんみたいなプロセスで魔女になったやつがたまたますごかった、固有名詞だと思った固有名詞なのかな、でワルプルギスによるって誰が名前つけたんだ、なんかマジックマジックザガザリングのカードみたいな誰がつけたの、それやったらもうティロフィナーレから疑問を抱かない、ああティロフィナーレって言っちゃってるみたいな、あれ何語フィナーレはまあ英語だ、英語じゃないでしょフィナーレ、フランス語とか分からん、ヒロは分からない、ヒロしかもあれ言うことによってなんか高まるんだろうか、うん、念能力は分かる、念能力は自分の好きな名前を付けることによって愛着が湧いて精度とか威力が増すっていうのは分かるんだけど、うん、あそこでなんか技名言うことによって勝利権と波動権の謎に近いよね言うなよフェイントをしろよ勝利権って言われる波動権みたいな、確かにワルプルギスは伝承なんかな、誰かがマジ化したってわけじゃなくて、うん、あとちょっと感じたのは、うん、そもそも魔女とかは精神的に他の人に悪影響を与えて自殺とか殺人とか起こるって言ってたのに、うんうん、はい、ワルプルギスに関してはなんかあれぐらいになると地震とか竜巻とかあれ違くね、あちょっとずれてくじゃん、なんかそこもちょっと少し勢いが動かそうとしないかと思った、なるほどなるほど、うん、なんかね説明しすぎなんだよ、そこ言わなければ俺何も思わなかったよと思って、うん、確かにワルプルギスは別格なんだよ、うん、確かにエヴァとの違いはエヴァのよりはるかに説明してくれてるやん、あそう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 、エヴァ説明する気ないでしょ、全然ないもんな、うん、わけわかんないなんか芸術みたいな感じで、うん、エヴァなんか小学生の時に見て、で2、3年前にまた見た時に、うん、あの真実にすげえムカついて、うん、なんか僕なんかできないよとかダメだよ絶対できないよとかすぐ言われたくじゃないと、うん、クソったると思ってなんかグレーでさ、うん、美里さんいいですよ乗ればいいんでしょみたいなこと言ったりするでしょ、うん、あほんとクソだなと思ってやだ人間そんなもんや、いや、頭のクソな人もそんなにいないよそうなんだ、なんかちょっといじけて見せたりするけど、それは子供のうちとかさ、まあ、まあ、あいつ子供か、うん、でも中学生でもあそこまでムカつくやついないでしょ、14とかで中1、2や中2でも、まあ、クラスに1人ぐらいいるだろうね、なんかそうですよ、修学旅行の時に誰も踏まれない感じのなんかグリグリしてるようなやつ、嫌だな、いや予想外に多いんじゃない、じゃあそういう人がだって共感がヒットの要因になかったとは思えないし、確かに、ああ
割と何か人間やっぱ自分の中にある性質を肯定してもらうのは嬉しいから、あ割とさ、前にそのつい先週とか昨日とずに聞いた話で、そのまさにラジオやってる村上君っていうのがいて、で彼が言ってた、彼がね、なんか仕事で、茂木健一郎か、と、もう一人なんか塩谷なんとかっていう哲学者の人がの トークショーみたいなのに行ってて、なんかそこで、まあいろいろなんか言ってんのよ、その2人がね、大学はどうのこうのとか、で割とそういう、でその2人めっちゃ東大でとか、すげえ頭良くてみたいな人らで、なんか、割とハイソサイティーなわけよ、そういう人らの会話って、割と一般人の生活とか無視してて、無視というか分からんやろ、それは当時の、上の階級の人やったら、なんかそういう話を聞いてると、一般人でも、なんか自分もその仲間入りできるんじゃないかっていう喜ばせが割とあって、はいはい、それでフォロワーになるっていうパターンって多いと思う。東さんも割とそうですね。俺もそう思うわ。ね、やっぱ自分が、その、なんていうの、そういう、いいところ、自分も同化できたみたいな感覚を持たせるとか、まあ、それって喜ばせ、まあ、悪く言えば詐欺みたいなもんやけど、自分もそのステージに、この人たちの話を聞くことで、その世界に突入できるのだっていう勘違いとかを与えるって、割と重要。あ、それはね、思う。うん、二つ思って、まず名言する子に関する時はそのカラスなの。ああ、まさにそれ。一つが、で、前もこれ話したけど、女優に会いに来て、朝原翔子の魅力は何ですかって聞いて、三つあるって言ってて。ブリケツの気に。そう、俺が直接女優に。直接女優に会いに来て、で、一つは、まず面倒見が良かった。朝原はそういろんな人に気づいて、まあ、面倒見よかった、だからトツも面倒見いいし、トツを同感させて当てはめていく、そうトツも面倒見がいい。でもう一つは、朝原翔子はヨガの才能があった、具体的に言うとあれって結構その追い詰めて修行すると本当に神秘体験みたいなの起こるらしいんだよ、なんか脳内物質の変化的なものによって、で朝原翔子はそれを起こさせることが上手だった、だからそれで、なんていうの、その後3つ目が、それを起こさせた後に褒めたりするのが上手だった、それができる君は前世素晴らしかったんだよみたいな、そういう褒め方をするわけ、だから朝原翔子自体が特別っていう感じというよりは、自分が特別に存在になったと勘違いできる要素を与えてくれる人なんだよ、でトッツも結構近くて、この現代思想を覚えてロジカルに考えれば俺みたいなこういうものの世界の見え方ができるんだよって、まあ若者たちに言うわけです、であそこにもフォロワーたちが集まってるわけです、でそれで、まあ、ちょっと賢くなるわけじゃない、少し訓練したら、そしたらまあそれが理解できる君たちは賢いです、ちょっと褒めるのも上手だから、でそれによってまあこう増えていってるな、カリスマ性はその人は特別っていうか、相手に自分が特別だと勘違いさせる能力が高い人だと思うんです。そうだね、結構そういう要素ってあるなと思って、だからその新宿の話だと、自分の中の性質、結構、だから意外と多いんだよね、新宿っぽい要素を持ってると、持ってる人、あるいは持ってると自分で思っている人が多くて、それを肯定してくれたから、肯定してもあれ肯定、いやでも、最終的には、まあでも、抵抗とは言えないけど、なんかこう、一要因として、重要なキーマンやん、まあ、まあね、だから、足りえるんだと、割とそれあると思うんだよ、新宿の存在は。だから、イライラする人もおるけど、あ、でもね、イライラする、過剰にイライラする人も結構そういうところあるんだと思うんだよね、なんていうかね、多分ね、自分に当てはめてると思う。あ、少し分からん、そこはね、ちょっと分からん、俺が押し込みすぎてて自覚できないレベルにあるような気がするんだけど、もしあったとしても、過剰にそこに反応する人ってそれがずるいっていう感覚があるんだと思うんだよね、そういうところが、俺も弱音吐きたいのに
頑張ってるとか、そういうところが少しある気がする、ね、なんか他人に批判するときにこいつはああだからと強く言うときは大体自分もあって投影していて俺は我慢してるのにずるいみたいな、いう感じがあるかもしれないね。そこまで強く思わないけど、ああいう人ぶっ殺しねえかっていうか、ね、だからそういう点ではそのエヴァ型の俺の仮説が当たったとして、エヴァ型っていうのはじゃあ世の中の人に何かこう時代の移り変わりとか、なんていうの、まあ、経済の何でもいいあの景気とかの移り変わりで人々の心境がある特定の傾向に進んでいく傾向になった時期もあったかもしれない。1995年あたりとか、それを刺激するようにエンターテインメント作品が作られつつあるのであれば、作られることが多いのであれば、やっぱ作品が世の中を映す鏡になってる面はあるね。ああ、まあそれを狙って作ったっていうか、たくさん作られたうちに、うちのヒットしたのはたまたまスポットライトを取っただけだと思うけど、うん、ヒットするのはその面を反映してたからっていうところはあるから、いやもちろん全然それが全てではないけど、うん、例えば時代によるものなのか時代によらないものなのかは判断できないと思うけど、ね、うん、過去にそういうものがあって流行らなかったことが分かってるんだったらそれを言えるかもしれないけど、うん、まあ、それだけで時代に移してるかどうかは判断できないですか、あ、まあ、十分条件のどっちが分かってる、あれやん、東大生をいっぱい並べても頭いいのは一握りやけど、頭いいと思える人は必ず東大生の卒業部の理論そうそうそう、それはね、でも結構あさってると思うわ、うん、そうだね、大体すごいと思ったら東大生の気がするわ、うん、東大生が多い気がする、うん、なるほどね、いやもう、ね、結構運ゲーやな、何が？なんか作って当たるかどうか。ああ、そう思う、そう思う。まあ、数しかないな。どうなんだろうね。運ゲーだね。でも、運ゲーといつもこう。いつもな。いつもなんかあるんじゃないかとは思ってしまうよね。一つによく言うやん、なんか、こう実力とは何かっていうので、うん、こう、成功した人に、を追認するための言葉みたいな言い方するの。あ、はいはい、だからつまり結果を見て天才であったかどうかを決まりとか、あ、元々の内在しているものではないっていう言い方をするけど、うん、そうとも言えない、うん、そうだね、やっぱその辺の言葉がね、まどまぎとか作れたとは思えないし、若くするまどまぎかけたとも思えないし、うん、そうだね、まあ、運も、まあ、実力と運の話をするときによく意識することは、あんま話してもしょうがないことなの、基本的に。何？実力か運かみたいなところって、切り分けの問題で、ちょっと暑苦しい人たちは、すべてが自分の責任だと思うみたいなことを言う、うん、それも結構間違ってると思ってて、実力的な、実力が反映され、当たり前の話で、実力が反映されやすいところと、運が反映されやすいところみたいなグレード一緒になっていて、そのうち実力が反映しやすいところに力を入れるために切り分けをするという感じです、うん、だから宝くじ買うときに年利引き込みでもしょうがないわけ、うん、普通に大学受験のときに勉強する方が、まあ、理にかなってるっていうのと、まあ、当然の秘訣なんだけど、そこを考えないで話すと結構触れやすいというか、うん、なんだろう、創作に関して実力と運がどうかっていうところに関して言うと、うん、どうなんでしょうね。そうだな、まあ創作に限らず、うん、全般に言えることやけど、うん、やっぱ結局こうなんか例えば何か箱に物を入れるのが目的として、うん、自分でこうポッと入れるんじゃなくて、なんかこうできるだけ大きい器を用意しておいて空から降ってくるのを待ってる、大きい方が入りやすいでしょみたいな、うん、そういうなんかこう待ちやな、基本的に、うん、できるだけ器はでっかくしとく努力はしても、それが直接たまたま入らなくて、めっちゃコップみたいなちっちゃいコップしか持ってないやつにたまたま入るかもしれない、あ、そうだ、できるだけ器をでかくするしかない、そうだね、パチンカー的な発想、パチンカー的な鍋回転の
回1000円でよく回るだよに座るみたいな、うんうんうん、そうだね、そうだね、まあ、てか逆言うとそのあんまり力がない人は運要素高いところに飛び込むの結構いいかも、うん、だから10月に買っとくでスロットカードとかも売っとけとスロットカードスロット用だね、リターン少ないな、うん、皆さんでかいところに飛び込む、飛び込むのか、力がないね、まあ、さっき少し話したけど、それの、その実力的な側面を置いといて、うん、運に関して言うと、まあ、誰に生まれるか基本的に選択できないので、うん、そこは運だなと思っていて、うん、で、宝くじを買ってさ、俺が当たったとするでしょ、はい、で、レビーのことを当たってなくて、宝くじ当たってないの頭悪いねって言うんで頭おかしいでしょ、うん、でも結構それに近しい現象が結構地元で溢れてると思っていて、例えばね、俺はこういう成果を残したんだって言うとするでしょ、うん、でもそれってたまたま俺が俺に生まれたからできたことであって、うん、レビンが俺に生まれても多分できただろうし当然だけど、うん、で俺が俺に言われるかレビンに言われるかは選択できないので、うん、宝くじに当たるか当たらないかと変わらないから、うん、もし宝くじに当たって当たらない人をこう見下すのがみっともないことだとしたら、実力でこう見下すのも似たような感じだなって思って、なるほどだからそこで優越感を覚えるのも違うよね、宝くじ当たった俺すげえって頭おかしいでしょ、うん、それに結構近いから、あんまり最近人をこう便宜的にクソだなと分類はするけど、うん、それ以上の感じは守らないようにするというか、もっとみっともないなと思ってじゃあクソに生まれてしまってかわいそうぐらいの、まあかわいそうだけど別にかわいそうという行動はないけど、そうだからクソを積極的にクソだこいつとはあんまりそんなに責め立てない、あクソだから例えばあんまり逆らわないするぐらいの便宜的な物理に基づいた行動しかあまりしない、うん、それ以上追い打ちをかけたりとかしない、うん、なるほど、うん、誇ることに関してもそうだね、俺これやったんだぜっていうのは、まあ、生活のためにね、うん、例えば面接でこれやりましたってアピールとかするかもしれないけど、うん、それ以上のことは宝くじ当たったことを自慢することに等しいので、うん、まあ、みっともないなというふうに思う、なるほど、俺も羽生さんに言われたら多分7パウンだったしな。でも誰でもそうだよ。そう、誰でもそう。まあ、そのレイヤーでもの考えたら何もできんじゃん。まあ、できないというか、自動的にされるって感じだよね。これからの自分の努力も全部。あ、そう、自分の努力も努力できる性質に生まれ落ちたというか、そういう環境に生まれ落ち、俺に生まれて、そういう環境があっただけっていう感じ。うん。それはでもなんか普遍していくとダメ人間になります。いや、ダメ人間にはならないです。うん、でもね、それだから普遍して飛躍すると。あ、飛躍するとでしょ。だからそれ、間違った捉え方、今の話で間違った捉え方すると、どうせ運なんだから努力しなくていいやってなるんだけど、それは今の話だよ、多分、うん。それ込みで自分なんですね。そうそうそう。っていうことでしょ、君の理論。そういうこと。うん、まあ、なんかそれって、なんかこう、なんていうのかな。意味ない考え方、意味ない、要するに美学の問題ってこと、美学の問題で実に関わるところではない、うん、まあでもなんか実利的なところを無理やり炙り出すとすると、うん、無駄な精神的な消耗を抑えることができるというか、うん、だからいちいちダメなやつにムカついたりしないで、そう、劣等感を持ったり優越感を持ったりするのって結構エネルギー食うことで、まあ、それは結構糧になったりもするけど、うん、そういうところで、まあ、浪費は少し抑えられるかなと、うん、そういうところ感覚がある、うん、それはなんかその考え方をが、うん、を持ってることでこう何かのためになるなら、それはもはやその意味のない考え方ではなく、まあ、なんそれも一つの、なんていうの、その実力主義の人とか、熱苦しい人たちが持ってるこの、なんていう武器というか、うん、考え方
のアリューでやってる。あ、そう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 。なんかこうオプション的についてるおまけの考え方では別になります。どういうこと？だからこうそれってだから自分が努力するとか、うん、もう込みでなんかそいつに生まれたからそうなってて、うん、でも別にそれは努力しないことに結びつかないっていうのって、うん、まああってもなくてもいい考え方。あ、そう、あってもなくて。でもあってもなくてもいい考え方ではないやん。今そうやって実生活に影響を及ぼしてちょっと得になってるんやったら、あ、なんかその実力主義の人たちのその実力で。で宝くじ当たらないやつはクソだ理論のようなそのそれぞれが持ってる考え方という向きの一つになってるわけで、あ、そうそう、うん、なんかでもそれって自己矛盾しない、なんかこう自己矛盾、その考え方だから、うん、すごいこう循環構造になってるというか、分かる分かる、ですね、俺はそれがあるから、うん、暑苦しい人たちに対して俺は優位だよっていうふうに言えるように思えるってことだよね、うんうん、それはあるかもしれない、うん、あそれはあると思うわ。だからさ、暑苦しい人気でその宝くじ自慢してるのに見えるからバカバカしいなと思うっていうのは、うん、単に目立ってるだけっていう感じがする、うんうん、だからそこまで、その考えが特別だともあまり思ってないというか、まあ、そこに気づける人は少ないと思うが、うん、そんなに取り立ててすごい考え方でもあるとも思ってないか、うんうん、哲学の話はまあいいよって話なんですそれはただの遊びだから、うん、なんか風呂入ってる時に3分ぐらい考えるようなことがあってそれを根本にどうのこうのとかいうほど暇ではない、うん、それやるんだったら言語の一つに覚えた方がいいと思う、うん、確かにな、なんか哲学的、最近トツが、うん、哲学をめちゃくちゃバカにしてるの、あでまあ、言ってることは分かんないけど、つまり、なんか学問として役に立ってなくねっていうことが、まあ、結構言ってることだから、ね、こうだんだんこう、例えば、まあ、それに反論してるけど、反論を持ってる人が、なんか突してきて、突然そう議論したことがあったんですよ、最近。その時もこう、突然は結局、その、すべての学問の源って、哲学ですよって、その人は言ってて。でも、結局役に立つっていう性質を持ち始めたものは分離して、例えば 脳科学とかいろいろ、例えば脳の何やクオリアとかどうとかいう議論は哲学で最初やられてたけど、分離して脳科学とかになってそっちでやってるでしょ、哲学は残りかすなんだよみたいなこと言ってて、まさにそう思う、なるほどと思うけど、なんか直感的に反発ちょっと覚えない。あ、でそれは好きやからやと思うよ、哲学が別に好きじゃなくてそういう営みっていうか精神活動が好きなだけなんやと思うよ、俺だからライトユーザーやねんけど、あ、はい、哲学のまあなんか反発を覚えちゃうの。あ、で俺がそこについて思うのは、それいちいち言うことではない、うん、哲学が登り方だって言う必要がない、うん、っていうことぐらいか思う。で一つあえて言うのは税金とか使ってるし、それ大学助成金とかで、はい、哲学家にも割り振られると。いや、それなんか、ね、それはなんかヘリクスでしょ、なんかヘリクスってあれだけど要するにどうでもいいにちょっとつけてるだけでしょ。そうなんかな。だってそれ外にとってどうでもいいっしょ、助成金がどうとかさ。いや、でも結構税金にうるさいわあいつ。あ、そうなんだ。パチンコでつけろつけろめっちゃ言うし別にどうでもいいやん、パチンコ。パチンコに金使ってるやつが別に消費にしまくるとも限らんし、別に。それで経済を潤すとも思わないし、思わないというか、そんなことを期待して、あれを言ってるとも思えないし、気に入らんようになってきたんやと思うんだけど。でも、税金の使い方に関しては結構うるさいっぽい。足元も大嫌いって感じでした。ああ、まあ、そこもどうでもいい。俺はその政治に関しては結構、姿勢は、あの人と一緒。兵藤和孝と一緒だ。あの、海部の。そう、海部、兵藤和孝と同じスタンスで、兵藤和孝がすごくいいこと言ってるんです。兵藤和孝が言ってたのは、フルネーム。そう、あの、会長は、核シェルター作ってるでしょ。うん。あれって皮肉なのね。核シェルター作って、理由はそのボンクラの政治家どもが交渉一つにしたら自分の上で核が炸裂してもおかしくない状態だと、うん、でその時にでも優雅に過ごすことを言ってたと、うん、言っていて、あれは何かというと、まあ、政治にあれこれ文句言う前に己の自衛手段を身につけなさいということの
裏返して皮肉だと思うんです、うん、で、別に橋本をやろうが誰がやろうが俺には関係ないっていう状態を作ったことで、つまりまあ政治には無関心っていうのが理想的な状態じゃないのっていうふうに思う、ね、うん、まあ当然ではあるんだけど、でちょっとあそこまでなんで政治に関心持てるのかよく分からない、うん、そんなにだってトツのポジショントークって言うけど、あのポジショントークですらないから、なんでかっていうとトツが何言おうと変わらないから、うん、それに関してはまあ聞いたことがあって、うん、まあだから憂さ晴らし的なことを言ってた、ああそこまであの開き合ってなったらありだと思うわ、憂さ晴らしか、まあそれならいいんじゃない、うん、やっぱり普段から接してるから、なんかそういう汚ねえとかずりとか思うことが多いんじゃない、ああ憂さ晴らしか、まあ憂さ晴らしとか、まあ落としてたないからなと思う、うん、あのもうどうにも自分の人生が打開できないってなった時にすることであって、うん、まだするのは早いから枯れたうんこそう、まあ、ちょっとはそんなに嫌な感じじゃない、やっぱりうんこ、うんこって光られてるからあのめっちゃりしてて、もうそこがないと俺の生きがいが保てないんだみたいな感じではないし、まあ、戯れの一つであるから、まあ、光られたうんこであって、多分ちょっとは若い時はねっちょりしたうんこだった時もあったと思うんだよね、うん、そこに私の価値が全部詰まってるみたいな状態があったので、うん、あ、そろそろ行かないと思わせるか、はいね、もう、うん、そんなところで、うん、お疲れ様。